ねえ、じゅんさん、車に気をつけて帰ってね、本当に。それにしてもみんな、はるちゃんに来週もすごい暑いらしいが。ねえ、一緒にね、気をつけてやっていこうね、本当に。水分補給大事じゃねえ。よいしょ。ほいでほいでね、マインクラフトの時に、マインクラフトの時に、みんなでね、そう、ネタバレ防止策を考えたりとか、すごい試行錯誤のお話をしたんだけど、よく考えたら、うちこれ、主観操作するから絶対見てしまうね、もう。ね、あ、石山さん、うっちゃ、遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。育成をね、何回か進めたけんね。あ、ねえ、じゅんさんね、うん。ね、最後みんなでライブ見よう、いっぱい見よう。ほいじゃほいじゃ、早速ね、始めていくか。よいしょ。秋に向けて、英気を養うための息抜き、サマーウォーク。ねえ、トリカラさんね、すごいわかる。ペットボトルね、500ミリリットル、いっぱい飲んじゃう。でももうね、それぐらいせんといけん暑さじゃねえ、もうここも。ねえ。サマーウォーク、ウォーズじゃないね。もう 石山さんは花札せんといけんくなるが。この前のね、すごい山川の方のね、すごいイベントもすごい楽しかったね。積み木崩しさん、公務員、遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。今ね、ちょうど始まったところじゃよ。学園内でのサマーウォークの予定に胸を躍らせる子ばかり、かと思いきや。今回はあれじゃね、マックちゃんが主役じゃねえ。記事？おお、どうした？いきなりでっけえ声出しやがって。合唱コンクールの練習か、それとも詩吟で目覚めたか？ねえ、パクパク、えっちゃんの記事かね、えっちゃんの記事かね。違いますわ、先日受けたインタビュー記事の確認です。ですが、これは由々しき事態です。ねえ、ねえ、ティンオロさん、ジジマコじゃん。ねえ、マサヒロさんね、マックちゃんのリアクション毎回面白いね。休日の過ごし方ですか？友人たちとお茶会をすることが多いですわ。おお、すごい。さすがお嬢様じゃね。ねえ、ティオルさんね、これ、なゲームじゃよね。さすが、優雅でいらっしゃいますね。ちなみにお好きな紅茶などはありますか？お好きな紅茶、お好きな紅茶。え、うち最近飲んじゃうのゴゴティーぐらいじゃね。アールグレイとか言ったらオシャレなの？そうですわね。ミルクティーに合う紅茶など、最近はハロースのバニラブレンドが気に入っておりますが。甘くて美味しそう。豊かな甘い香りと、それに負けないしっかりした渋みが、焼き菓子にも生菓子にもよく合って。いやー、美味しそう。カステラとか食べたいね、すごい。ねえ、鳥からさんね、そうそう。お茶がすごい良いとね、お菓子もすごい進むね。聞いているだけで美味しそうですね。ねえ、すっごい美味しそう。とても。特にいちごショートとの相性は。うわー、いちごのショートケーまさキ。に最高のマリアージュで。私はそれほど頻繁にはいただきませんが。あ、ねえ、ティンオルさんね、好きなお菓子、好きなお菓子。なんか今すぐに去って。あれじゃね、アルフォートとかもすごい美味しいが。ねえ、うちにでもお茶、紅茶の時にはやっぱりねえ、なんかクリーム挟んだビスケット、クッキーとかが良いが。ねえ、マリアさんね、うちもなんか急にイチゴのショートケーキ食べたくなってきたね、すごい。サ
らにメジロマックイーンさんは吹き矢のシュークリームもお気に入りで一度に7つ食べたこと食べすぎ、それは食べすぎ、それは食べすぎじゃねえ。すごいいいな、あの子もさすがにうち 4頑張って4個かな、さすが3つか4つかな、すごい。さすがにそこまで食べられんねえ。ねえ、石山さんにあの、ハローズの、パロディなんかね、ハロー、うが入ってるから、大山さんのう。ねえ。4個も多い、ダメ。いやでもあの、美味しいじゃん、あの、シュークリームじゃったら本当にパクパクじゃねえ。ねえ、あの、すごい、あの、生地がね、あの、薄いやつとかじゃったの、クリームね、食べちょるようなもんじゃからね、そう。あ、月縄さん、こんばんは。遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。ねえ、すごい、まさひろさん。めっちゃ喋ってしまっとるね、すごい。音読なさらないでくださいませ。いやー、七子、すごいね。ああ、これ先月一緒に食べ放題いただけたやつじゃねえか。めちゃくちゃうまかったよなあ、YT さん今日カレーじゃったの、うちもカレーじゃったね、すごい奇遇じゃねえ。あのね、カレーとね、あの、オクラサラダ作って食べたよ、うちも。ね、ドラゴンボール、そういう意味の7個なの、そういう意味の7個なの。あ、マリアさんも2個で限界、本当にみんな、シュークリーム3個、ね、3個食べてもよい、ね、どれくらいの大きさのシュークリームなんじゃろうね。いや、うち、大きいのでも頑張ったら3個、4個もいける気がするね、すごい。とても、って、そうではなくてですね。これでは私がスイーツ大好きみたいじゃありませんの。でも全然可愛いと思うけどね、すごい。昨日ね、みんなで見たの、お馬さん動画見ちょってもみんなね、そう、バナナ大好きだし。ね。そうなんよね、ティオールさんね。二人でデート。他にもね、みんな行っちゃうんかね。すごい。気になるが、そこ。ね、実質ゼロカロリー。ね、仲良し。ね、ね、大好きでいいと思うけどね。ですが、そのまま書かれてしまいますと。とにかく、これは NG ですわ。スイーツの下りはカットしていただきません。そんなことできるの？それ、情報操作じゃねえ。ねえ。ああ、月城さん、確かに、1個200キロカロリーと考えると、確かに、クリームの塊じゃもんね。すごい、でも、美味しいんじゃもん。あ、バウムクーヘン良いね、鶏からさん。ねえ、あの、コーヒーとね、すごい、あの、ねえ、甘い系お菓子のね、相性も抜群じゃよね。うち、紅茶も好きじゃけど、コーヒーのね、あれも好き。コーヒーとね、お菓子も好きかも。かわちゃん、こんむい、遊びに来てくれてありがとう。あ、ゆひるさん、すっごいわかる。あの、中にね、2色入っちゃるの、すごい良いよね。カスタードと生クリームの。ここからここまでカット。ハチミのお話もカットで。いやー、少し尺が足りなさそうですね。あ、作文じゃ、読書の感想文じゃ。ライアンさんとのお話をお加筆してもいいですか？ファンの方も喜びそうな話題ですので。ねえ、フィルさんね、すっごい美味しいよね、ほんと。さすがの記者さんじゃね、すごい。足りなくなったらすぐそこのフォローができるところをさすがじゃね。それでしたら、私としても問題ありません。ですが、いいのですか？大幅な修正になってしまうのでは。ねえ、何割くらいじゃったんじゃろうね、そう。でもあの、マックちゃんがあの、行きつけのなんかお菓子のお店とか、ここのね、お菓子大好きでとかいうやつだったら、すごい宣伝になると思うしね、なんかすごい。CM とかにも繋がれそうじゃが？いえいえ、それが我々の仕事ですから、お気になさらず。必ずや、ご納得いただける最高。ねえ、マリアさんね、えっちゃんじゃないみたいじゃね。やっぱりえっちゃんはレース専門みたいじゃね。ねえ、鳥からさんね、ほんと。あの、てっきりも公開されたあの記事じゃなくて、あの、あるじゃん、ね、あの、検討用に送られた叩き台みたいな感じだったんじゃね。まあ、恐れ入ります。私の勝手で。ね。その、ひよこちゃんね、いらっしゃいだよ。ね、
7個はちょっとね、7個はちょっとずるいよね。7個食べてね、このスタイルの味はキープはほんとすごいね。いや、それだけいっぱい走っちゃうってことなんじゃろうけどね、ほんと。あ、ほんまに積み木崩しさん。あ、殿下はラーメン、ファインモンソンちゃんは大丈夫じゃった？本当に大丈夫だったのでしょうか。スイーツのお話は、確かに私の口から出たものなのに。あ、スカイゼロさんいらっしゃい。あ、今日のあれでモンスターズインクじゃね、モンスターズインク。ねえ、楽しんできて楽しんできてね。すごいサリー可愛いから見てきてほしいね。いえ、それでもダメなものはダメですわ。あのまま世に出ては困ります。ですが、わがままでしたわよね。今後は目白家の馬娘としてもっと慎まなければ。いやー、すごいね、ほんとね、自制しようとしっかりしとるね、ほんとね、マックちゃん。あ、石山さん3食毎日ラーメンはちょっとね、すごい。あの、副菜もしっかりね、取ったら大丈夫かもしれんけど。スプラッシュレクリエーションのお知らせ。うわっ、ティーオールさんね、すっごいわかる。大学の前日探の審査ね、お話あったが、ね、あの、ヴィランになる経緯もすごいいいよね、あれすごい。うちも好き好き。ね、千代のおちゃん来ちゃう。ここに張り出されてたんだ。って、あれ？あ、こんにちは。マクイーンさんもお知らせを見に来たんですか？いいなぁ、うちも千代のおちゃんをお迎えしたいね。私は通りかかっただけですのよ。スプラッシュレクですか。ねえ、千代ちゃんね、そう、かわいい。迷い中です。このサマーウォーク企画、毎年大人気で、リピーターも多いそうですよ。さすがトレセン学園、こういうレクリエーションの企画はいっぱいやっとるんじゃねえ。フィルさんはゴーヤチャンプルとオクラナット。美味しいね、すごい。いいね、みんなすごい。今日もすごい、あの、夏系のいい夕飯いっぱい食べちゃるね。あ、ひよこちゃんね、わかる、あの、声がの、ね、すっごいいいのよ。なんでも、予選大会はプールで水中運動会をやって、決勝戦はどこか遠出して、水鉄砲バトルをするらしいです。ねえ、そう、まさひろさん、そう。ああ、確かにね、ああ、角にも見えるけど、でも、ね、確かにワンちゃんっぽくも見えるね、すごい。ね、髪型もあってすごい、あの、お耳が4つあるように見えるね。何何？今年の決勝戦会場は、太平洋のこと、巻き島。ねえ、石山さんね、巻き島もなんか、モチーフあるんかね、太平洋のこと、そんな島あったかいね。穴場と名高いリゾート地ではありませんの。静かで美しい島だと聞きましたわ。ねえ、マリアさんね、そうじゃね。みんなが主役じゃね、このゲーム。戦で敗退しても決勝戦の観戦に行けるそうですから、島の観光も目いっぱい楽しめそうです。すごーい。これは要チェックです。なんだかワクワクしてきました。まさに行く前こそバカンス、帰るまでが遠足ですね。千代ちゃんってメモキャラなんじゃん。要チェック屋の人じゃん、要チェック屋の人。ねえ、積み木崩しさんね、そうそう、うちも思った。積み木くんね、要チェック屋。ね。フィルさん、ほんまに羨ましいね、すごい。なるほど。素敵なサマーウォークを過ごせるといいですわね。ねえ、すごい楽しみ。あら、あら、あんたのターン。マスターデュエルじゃん。ここで伏せが決まれば、あんたの逆転勝利だぜ。大丈夫かい？説明は負けフラグじゃんよ、説明は。千代ちゃん、格言キャラ。そうなんねん。このまま待てしていればおめえの勝ちだってのに。面白い。あ、そうなんじゃ。後悔しても知らねえからな。ねえ、そ
それはどうかなと言える理念、あのなんちゃらデュエル理論じゃねえ、すごい。あの声は千代の音って言うんね。オリジナルの格言で待っちょるね。お迎えしてストーリー見てみたい。オラオラオラトーポエッチェ、さらに脱走発動、リード引きちぎってやや。コンカーンって思った。ごめん、ちょっとあのカードゲームじゃなくてあのポケモンバトルちゃった。ポケモンバトルちゃった。またまた可愛い可愛いことやっちゃうね、この二人。中山フェストちゃんがこれによう乗ったね。すごいインスラ社がこれめちゃめちゃ貴重じゃねえ。にゃ、犬ゲーム。あ、ぽよぽよリモンさんいらっしゃい。にゃ、ぼなぼなしとる。打つ手がね、乾杯だ。乾杯なの？なんかライフポイント制なの？にゃ、犬ゲーム、犬ゲーム。ねえ、トレセン学園は今日も平和じゃね、ほんとに。相変わらず騒がしいですよ、ね、そうなんじゃ、すごいね。ここもこの関係性にね、すごいね、このゲーム血縁なんじゃ。あ、たけさんいらっしゃいね。桜ワンコくさね、ティンオロさんね、うちもルール知りたい、うちもルール知りたい。なんだよ、見てたんなら声かけろよな。今日の犬ゲームは歴史に残る名勝負だったぜ。最初から見たかった、最初から見たかったね、これね。えマリアさんね、これ勝敗はどうやって決まるんじゃろう。ギリギリ好きがあだになったな、中山。約束通りおめえにもスプラッシュレイクに出てもらうぜ。あ、出場をかけたデュエルじゃったんね。あ、そう、西山さんね、凱旋門賞この前、ま、ね、昨日ものまとめでも、そうじゃね、そうじゃね。ねえ、ぽよぽよレモンさんにパンカチューブでこれぜひやってほしいよね。すごい、またの。ねえ、みんな人呼んでからね、そう、呼んでほしい。しかったね。みんなで仲良く水遊び、なんて。まるで興味はねえが、賭けは賭けだ。参加してやるよ。ねえ、ぽよぽよレモンちゃんね、そうそうそう。夏のね、すごいの。あれでしょう、結構、長い期間拘束されてしまうじゃろうにね、そう。あら。そんな条件で賭けを。スプラッシュレク、スプラッシュレク面白そう。ねえ、オルフィーブルちゃんね、早起きてほしいね、ほんとに。海と言ったら船、船と言ったらあたしじゃねえか。あ、マックちゃんの参加届ももう出してあるからな。応募じゃねえ、応募。はい、今なんと。ねえ、石山さんね、ほんと、ダンス点欲しい子が多すぎるね、ほんとに。ねえ、勝手に参加させられちょるね。ちょっと畳屋で修行してくれ。イグサソムリエになってやるぜ。いやー、ゴルシちゃん何すごい話の流れがすごい、すごい方向転換じゃなくて、ガラッと変わりおるから、混乱するね、すごい、お話聞いちょって。いや、自己承諾。私の参加届を勝手に。ちょっとお待ちなさい。ねえ、積み崩しさんね、畳でも作るんかね。畳じゃーってやるが、文書偽造。文書偽造は草なんじゃよ。ねえ、フェストちゃんもね、どういう行きさつでデュエルするに至ったんか、すごい気になるね。いや、それがゴルシちゃん、ちょっとね、もう。いや、育成するのが怖いね、これから。スプラッシュレクの参加届け？君の分なら、確かに受理したよ。楽しんでおいでね。おー、なんかすごい、なんか、いい先生の声じゃね、すごい。歴史っぽい、歴史とか、セリとか教えてそう。あ、ティーンオルさん、そうなんじゃ。中山父のステインゴールドの父。あの三人でもすごい関係性になっちゃうね、ほんとに。ねえ、バクシンさんにツッコミ追いつかんよ、これ。仕事が早すぎですわ。今さらキャンセルしたいなんて。いやー、楽しんでおいでって言われてからキャンセルしたいですって切り出すの、すっごい嫌なんじゃけど。すいませんわ。
あの時の二の舞になってしまう。もう周りへ迷惑をかけるのは。ああ、なるほどに、なるほどに。いやー、キーオルさんに、ね、わかる、わかる。ちょっと、雲翔さんみたいな感じで、すごい。そうでしたか。ありがとうございます。存分に羽を伸ばしてまいりますわね。結局、参加することになってしまいましたわ。でもすごい、なんか楽しそうじゃよね、すごい。たまたま予定が空いていたからいいものの、ゴールドシップさんってば勝手すぎます。いやでもゴルスさんでもそういうところをちゃんと気遣いしとりそうな気がするね。やっぱりアイドルから先に入れたみたいな、絶対ある。ちげえね、あいつほど自分が世界の中心だと思ってるやつは、そうそういねえだろうよ。ねえ、ほんとねえ、ぽよぽよレモンちゃんね、そう思う、うちもそう思うね、すごい。今のあんたとは綺麗に正反対だな。お嬢さんはしょうもねえことばかり気にしやがる。いやでもうちあの育成とかで、ね、あのね超イベントで中山フェスタちゃんね、すごい見ることもあったけど、こうやってがっつりねフルボイスでね、すごい見れるのすごい嬉しいね、本当にね。そうなの、石山さんねえ、いやマリアさんね、やっぱりねすごい、あのお菓子のインタビューの件がやっぱり響いちょるんじゃろうね、本当にね。よく言えばユイが独尊ね。でも周りを引っ張っていける力はすごい、やっぱりねカリスマ性あるね、ゴレスちゃん。しょうもない、私がですか。私は目白の馬娘としてきちんと己を律しようと。ねえティーオルさんね、うちもねあのストーリー見てみたいね、中山フェスタちゃんそうかい、そりゃ立派なもんだな。だが私があんただったらキャンセルくらい頼んできたぜ。おお、さすがノーと言える人じゃ、ノーと言える子ね。今回ばかりはねえフェストちゃんね、そうね。いやみんなすごいね。いやうちちょっと言い出しづらいかな、ちょっとね、すごい、あの言い訳する予定も立っちょらんから、すごい、なおさらじゃね、すごい。世界の中心が自分だと思ってるやつも大概だが、世界のことばっか気にして我慢してんのも、おお、しょうもねえだろ。ビビッときたね、ビビッと。ですが私は、そうなんじゃ石山さん、文書偽造し犯罪じゃね、犯罪ね。ロジユニバースとリーチザクラーマン、ザクラーン来てからな気がする。あ、先に二人が、その二人が実装されてから来るかね。上級生の教室って緊張するな。出てこい私の勇気。いやすっごいわかる。別のクラスはまだあれじゃけど、あの下の階上の階に行くのってもう廊下渡るだけでもすっごい緊張するね。ね、そうなの、ティンオルさん。マリアさん、ほんまにこんな声どっから出せるかっちぐらい可愛い人なの。気になるの。ねえ、ぽよぽよレモンちゃんね、そうやっぱり目白系のあれもあるんかね、やっぱり。ジオちゃんじゃない。マルゼン兄さん、ケツカッチン兄さんじゃん。マルゼンさん、心臓に悪いですね。あ、ここ父と息子、ほんまにね、マルゼン兄さんね、来ちゃう。やん、めんごめんごね、マブマブの兄さん、クラスに何かご用ください。いらっしゃい、遊びに来てくれてありがとうじゃね。今日ね、今ね、あのイベントストーリーみんなで見ちゃるの。スプラッシュレクってご存知ですか。すごい、すごい、それずる、反則じゃないかいね。ねえマリアさんね、ねえすごいね、わかるね、ねめちゃめちゃ緊張するよね。サマーウォークの一環で、そのリ
リゾート地とかマルセンさん好きかなって、一緒にどうかなって。いい、かわいい。いや、後輩ちゃんにこんなお誘いされたらもう、いや、もうイエス一択じゃね、もう。ね、マルチオテーテー、すごいわかるね。いや、マルセン姉さんもやっぱ親戚の人多いんじゃね、石山さん。ウッシュレック？あー、そうね。もしかして、もうご予定埋まっちゃってました？突然のお誘いですみません。いやー、ティオルさんにそれはね、あの、うっ、ってなった後に、行くの一択じゃねえ、行くの一択。うんうん、全然。問題ナッシング。ナウイじゃないの、リゾートバカンスなんて。ナウイ、いただきました。本当ですか？よかったね。なんかすごい、なんか、ちょっと一瞬なんか、含みのあるような感じだったね。なんかあったんじゃろうか。あ、水着になる馬娘の法則が、ねえ、二人スキー系が流行っちゃったから、なるほどね。水着な水着で、超ベリグな夏にしちゃいましょう。超楽しみね。いやー、こういう時にすごいね、ノリノリの先輩がおるとすごい、後輩もすごい誘いやすくて楽しいね。マルゼンさん、本当に大丈夫だったかな。いや、大丈夫かね。いつもとちょっと違ったような。なんじゃろ、やっぱりあの会長さんと肩を並べとる人じゃから、やっぱりちょっとあのね、レースとかとは言わんけど、すごいね、あのトレーニングとかで多忙そうなイメージあるね。聞いた？今年のスプラッシュレク、マルゼン先輩も参加らしいよ。入学した年の夏以来なんだって。え、そうなの？え、じゃあ入学以降の夏以降は参加してなかったってことに？マジ？確かその時優勝したんでしょ？めちゃ強い馬娘参戦じゃん。こりゃ決勝ね、すごい強そうなの分かる。いやー、ナウナヤングにバカ受けね。え、そう、すごい、そのフレーズすごい好きね。え、ぽよぽよレモンさん、そうそうそう、なんかのすごいの、うちは扇みたいなすごいのフリフリちょるイメージ。あれ？それ以来ずっと参加してなかったってこと？ね、あ、ねえ、マルゼン兄さんスペシャル、今回のマックちゃんとゴレスちゃん、次はバクシンちゃんとキタさんちゃん、クロスさん、それはすごいみたいね、それはすごいみたいね。え、バクシンちゃんの水着とかすごいテンション上がるね。あ、ねえ、ロビニさんいらっしゃい。ね、さすが走るジェネレーションギャップじゃね、ほんとに。うちもケツカッチン聞いたときすごいね。頭が点点点になったね、すごい。何かあるのかな。ね、ぽよぽよレモンさんね、すごい。サバゲーすごいね、マルセン兄さん、上手そう。ねえ、そう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 。キタちゃんの水着もすごい気になるよね、絶対可愛いね。ねえ、バクシンさんね、すごい。バクシン、うちもすっごい気になる。あっという間に、スプラッシュレックの予定開催日。行くぜ！俺のルアーテクニック、ついてトラレールもう、毎回出るの、なんでそれ持ってるの？ねえ、そう、そうじゃねえ、そうじゃねえ、ちょっと今、あるよね、バクシンさんの声優さんね、ちょっと、体調が心配じゃよね、はよ、うんね、回復してほしいよね。あ、シンボリックリンセスとデアリングタクトちゃんでも、それも楽しみじゃね、すごい。張り切ってるわね。私も今日は頑張っちゃうぞ。いやー、プールで釣り、ちゃんとそこの、糸の先にはちゃんとあの、何あの、何あの、針はちゃんとついちょらんじゃろうね、もう。あれ？今日の予選で釣り竿を使うんですか？どうしよう、持ってきてないです。持ってき、ね、ハンターハンターじゃん。ね、プールで何釣るんじゃろうね、クロスさんね、ほんと。ね、あ、ここ絶対バブリーランド、ここバブリーランド？使いませんからご安心なさいな。予選の4種目は案内に書いてありましたでしょ。でもすごいね、プール行きたいね、プール、本当にこういうね、広いところ行きたい。そうでしたね。緊張でつい慌てちゃいました。
ねえ、千代のおちゃんすごい。かわいいね、ほんとにね。あ、まさか釣るものってそんな、まさか。種目は確か、自由形200メートル、浮島レース、すごい。綱渡りクイズ、新自由形3000メートル、何それ何それ使用か3000メートル、結構がっつりプール使って何でもする感じなんじゃね。なるほどなるほど、それに釣竿がねえ、ぽいぽいレモンさんに、そう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 、あ、バナナボートバナナボートは草なんだよねえ、ラビニさんね、うちもね、そうそう、ウラちゃん呼びたくなってくるね。シオちゃんの背後に書いちゃる、あ、ほんとじゃん、バブリーランドって書いちゃる、ここ。気がつかんかったね。各種目の着順に応じたポイント制で上位8名が決勝進出。おお、メイクラみたい。心技体、すべてが試されるわけだ。なるほどね。きついな。じゃあ逆に苦手な種目はもう捨てと、ね、捨てていくのも手なんじゃね。ね、3000メートルのプールってすごいよね。あの、何往復もせんといけんが。KBY さんね、そうそう。水着着たいね、水着着たいね。自由形200メートルからスタートです。自由形200メートル。いやー、うち50メートル、50メートルでもヒーヒーなのに。どうよ、マック。難しい顔しやがって。おめえ、まだへそ曲げてんのか？ね、ゴルスの中、中山ちゃんもビート満足なんじゃん。ねえ、マリアさんでも、あの、プール棒かもしれん、プール棒かもしれんね。まさか。やると決めたからには全力です。目白の名にふさわしい結果を残してみせますわ。フィルさん500なら、すごーい。バクシンさん、それは草なんで、確かに、確かにすごいね、ここ。こことここの差がすごいね。ねえ、ティオルさんね。全力でぶつかって、そんで、私の勝利の礎になりやがれ。ね、うちもこんなに暑いとね、すごいがっつりね、泳ぎたくなってくるね、本当に。誰におっしゃっていますの？私をお誘いになったこと、後悔なさいませ。ねえ、マリアさんね、これからのプールのシーン始まるじゃろうから、そっからがすごい楽しみじゃね、どうなるか。でも、そうなるとここの、ここのメンバーのこれもなんじゃけどね。ねえ、クロスさんね、やっぱりね、おっきい。じゃあ、このサムネ、ね、イベントのサムネのやつじゃ、イベントの。あ、ごなゆうさん、いらっしゃい、遊びに来てくれてありがとう。これからね、すごい、なんかあの、競技始まるみたいじゃよ。おー、すごーい。見たかった、それ。足で泳ぎ切るなんて嘘でしょ。すごい肺活量です。あ、この BGM は、この BGM はすごい、なんかあのアンクレット巻いてお守り握って、あの苦いジュースを飲ませて特訓させる予感のする曲じゃね。目白の名にふさわしい結果を残せましたわ。いやー、それにあなたの憧れのあのお方もお強いようですわよ。3000m は後じゃない、 3000m は後じゃないねえ、すごいね。あ、ステイヤーじゃから肺活量が、なるほどじゃね。ねえ、ぽよぽよレモンさんに、ね、やっぱりあのねえ、そうそう、クロスさんね、うちもそう、さすがに、さすがに200じゃよね、さすがに200。おお、平泳ぎで、ね、すごーい。おお、すごーい。ね、平泳ぎはナメプじゃよね。うちもそう思うね、ほんと。ね、え、なんかマックちゃんになんかあったね、クロスさんね。いやー、積み崩しさんね、さっきコメントにもあったけど、脅威の格差社会とうまいこと言うたもんじゃね。うん、私は5着でした。ほんとじゃん、ほんとじゃん。ほんとじゃん。ね、ちゃんとあの、まず
すごい細かい、見てみたの。濡れ、ね、プールから上がった直後のね、すごい。濡れの表現じゃねえ、マルゼン姉さんのこれ。ねえ、余裕しゃくしゃく。さすがスーパーカー様じゃねえ。ねえ、黒さね、今度は可愛いちょる。ねえ、細かい細かい。あのね、プールサイドにちょっと掘るとすぐ乾くもんね。おお、なになになに、すごいすごい。さあ、浮島レースも終盤。先頭集団は見事なバランス感覚。おっと、おお、ここから巻き返せるか。怪我ないように頑張ってほしいね。あ、トワルさんいらっしゃい、こんばんは。ちょうど今ね、あの予選始まっちゃるところ。あと少し、このまま一着で。ね、浮島は柔らかい部位じゃとは思うけどね、すごいね。そう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 、なんとかね、大丈夫じゃとね。プールサイドにこっつんこせんかったらもうそれでよいね。チャンス、お先です。はぁ、ね、贅沢な滑りモーション。しかも間違えたら綱が揺れてプールの底にドボン。またすごい仕掛け作っちゃるね、バブリーランド。いや、わかるね、わかるね、マリアさん。これ、OVA でやって、OVA でやってほしい、これ。ねえ、ティオルさんね、そうね。ここのバブリーランド、やっぱり、よっぽど広いんじゃろうね、ほんとに。フィルさん、ほんまに、いやー、痛い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 ね。こっちもね、あの、あれじゃね、あの、スネをさ、すりむいてからすごい痛い思いしたことあるか。第2問。アジは魚類、イルカは哺乳類。そして、うん、タツノオトシゴは魚類である。丸かバツか。これうち知っちゃる。バツじゃないバツじゃない。なんかのすごい、あのお父さんが子育てするって聞いたことあるが、お父さんがね、そうそうそうね、あの妊娠出産はなんかタツノオトシゴするって聞いたが、どうかねどうかねどうかね。よいしょ。あいつら昔自分で魚だって言ってたからな。小学校の時クラスに5、6匹いたんだよ。な、どんな小学校じゃ、どんな小学校じゃね、それ。もっとマシなハッタリはねえのか。その手には乗らねえ。ね、正解は丸。丸なんじゃん、丸なんじゃん。お魚なんじゃ、クロスさん。お魚なんじゃ、ごめん。うちは先にちょっと落ちそう。なに、あわわわわ。あー、さあ、最後の種目は、新自由形。男性だけで魚類に、ねえ、騙された。いやー、ねえ。志村動物園じゃないけど、なんか、なんかで見たか、なんかで見たね。ねえ、そう、ねえ、ぽよぽよレモンさん、なんかで見たの。いやー、なんか、無駄になんか知識を、なんか、ね、中途半端に聞きかじったせいですごいね。沼にはまったね。ルールで許可された安全な妨害なら、しても OK。泣いても笑っても、最後の勝負。いやー、なんて危ない、なんて危ない勝負だね、それ。おお、それでこのスチールなんじゃ、それでこのスチールなんじゃ。ねえ、フィルさんね、甘いもの食べに糖分摂取じゃん。あ、タツノオトシゴと同じく、孵化した状態で生まれる魚類として、あ、カサゴもそう、え、カサゴってあのすごい、なんかの、岩みたいな肌しとるお魚さんよね。まさひろさんね、こういう時のゴルフさんは、むちゃんこ強いね、ほんとに。ねえ。マリアさんね、そろそろうちも上がる。ちょっと待って。よいしょ。いやー、楽しいね、すごい、このイベント。ねえ。ねえ、あ、ピョイットハレルヤじゃん、ほんとじゃん。ピョイットハレルヤのアレンジだ。すごい良いね、これ。ねえ、千代のおちゃんすごい。バタフライじゃ、バタフライ。あ、
そうなんね、ひよこちゃんね、アガサクリスティから引用するね、これ。やっぱりあの博識じゃね、やっぱり。他者と異性のいいこった。さて、いつ追い越してやろうか。なるほどね、中岩フィストちゃんはあのね、泳げないじゃないけど濡れないようにこうやってあの、なるほどね、そう、うまいことしよる。ねえ、サメのヒレつけて泳いでジョーダンを追いかけてたら怒られた。くさくさくさ。いやー、毎回スチールの表情の変化もすごい細かいね、これ。もう本当にいつも好き放題なんですから。ねえ、ぼんやぽよレモンさんの泳げんこに対するフォローがすごい。決勝戦に進出できるのは上位8名。え、マックちゃん5人。残り、じゃあの、ね、残りじゃ、3つしか飽きないってこと？それでは、みんなの決勝進出を祝いまして。やったー、すごーい、めでたいね。そうなんじゃ、ゴルちゃんホームにするとそのセリフ言うの、お迎えしたいな、うちも。ね、クロスさんホームに飛び魚を 100m から 200m くらいそんなに飛ぶんで、ね、すごすぎじゃね、飛び魚を本当に飛んぞるね、それ。乾杯。あ、8ミーじゃね、8ミー、ほんとじゃ、乾杯。遊んだ後の8ミーはうめえな。いやー、いいな、いいな、うちも8ミー飲んでみたい。あれだけふざけていたのに。ねえ、8ミーで乾杯。勝ち残るとは。自由形 200m なんてろくに泳がずビリだったじゃありませんの。ねえ、そこはやっぱりあのポイント制のいいところだよね。そう、全部で頑張る必要性はないね。あー、ティオールさんね、そう、暑い外から帰ってきた時のね、冷えた飲み物最高に美味しいね。だって普通に泳ぐとかつまんねえだろ。ぽよぽよリモンさんね、これは自分のご褒美じゃよ。ね、ご褒美、ご褒美じゃから大丈夫。あ、そうなの？1000円超えちゃるんね。あ、ねえ、すごい。結構あれじゃねえ。ね、ソーフィルさんね、美味しそうじゃよね。ちょっと、うちもね、飲んでみたい。クロスさんね、そうそう。ね、要はのポイントにね、すごい、どういうポイントの割り振りでね、決勝までいけたのかすごい気になるか。それで勝っちまうのがこいつの悪運ってわけだな。だが、優勝は譲らねえぜ。ねえ、ひよこちゃんね、奥稼いじるから大丈夫、そうそうそう。ねえ、すごい、いやー、やっぱり雑学クイズかね。ま、決勝でもよろしく頼むぜ。いやー、決勝は何するんじゃろう。いきなりではもう結構予選でもうね、プール的競技をやり尽くしてしまった感あるが。決勝戦は水着自由なんだろ。今年のトレンドはきれいめアマさんスタイルだ。みんなで磯辺まで買いに行くぜ。アマちゃんじゃ、アマちゃんじゃ。わ、アイスボックスに最大入れると、それ美味しそう。すごいキンキン人間で美味しそう。トリカルさん、ほんまに、いいな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 、それ。あ、ゴルスさんが獲得賞金額トップ、すごーい。行きません。まったくあなたは、はしゃぎすぎて、周りに迷惑をかけないようになさいませ。まあでもすごい、ゴルスさんはその辺すごい、節度守ってる気がするね、ほんとに。私も、ですが、メジロの馬娘として、ハメを外しすぎないようにいたしませんと。ねえ、ぽよぽよレモンさんね、うちもね、120億稼いだことと、厩務員さんをね、置き去りにしたことぐらいしかあんまり知らんけど、すごい、やっぱり、G1 にいっぱい勝ちょるから、やっぱりね、すごい、稼いじょるよね、ゴルスちゃんもね。まだ気にしてやがんのか。ねえ、積み崩しさんね、ジェジェジェじゃよ、ジェジェジェ。マルゼンさんって、プールでも強いんですね。どの競技も圧勝で。マックちゃんの賞金よね。
ね、生徒会長。でも生徒会長はなんかその辺ね、すごいね、涼しく受け止め流してそうな気がするね、本当にもう。ありがとう、千代ちゃん。決勝戦もみんなで楽しみましょうね。一番振り回されちょりそうなの副会長さんじゃねえ、エアグルーヴちゃんじゃねえ。はい、目いっぱい楽しみましょう。8位なんで、クロスさんすごいね、すごいね、本当にねえ、本当にボヨボヨレモンさんね、本当大変じゃよね、やっぱり名家のプライドのライアンちゃんのイベントね、育成したからすごいなおさら感じるね。よし、今日の自主練終わり。だいぶ命中率が上がったかな。ねえ、ひよこちゃんに長いこと続けられること自体も才能じゃよね、やっぱり。初の獲得賞金10億超え、すごーい。決勝戦は8人が島中に散らばって隠れ潜みながら水鉄砲で互いを狙い合う真剣勝負。それはどういう、当たり判定とかどうするんじゃろう。予選でよく分かった、天才たちにはフィジカルじゃ勝てない。でも技術を磨けば勝てるはず。ねえ、マリアさんなんかマルゼン兄さんと千代のおちゃんのね、すごい身元はすごいね、確かになんかすごい似てる気がするね、本当にねえ。そう、クロスさんね、スプラトゥーンペイントみたいななんか色付きの方が良いんじゃないかね、やっぱり。そうだ、今までのスプラッシュレクの記録ってないのかな。後で職員室に聞きに行ってみようっと。ねえ、ぽよぽよレモンさんね、すっごいわかる。なんかドローンとか使ってね、すごいいっぱい人参加させてみよった方が面白そうな気がするのにね。エリアはどのくらいの規模なんじゃろうね、本当に。あんまり広いとね。今までの決勝戦の動画全部コピーさせてもらっちゃった。シャカちゃんじゃん、シャカちゃん。コピーしてもらって大丈夫なんじゃん。やっぱりまずはマルセンさんが出てた回からかな。再生と。気になるね、すごい。あ、ラクちゃんいらっしゃい。うちの方こそいつもコメントありがとうじゃよ。ショートもね、すごい本編のリンクとか本当にありがとうじゃね、助かっちゃるよ。そうじゃね、そうじゃね、クロスね。移動速度なら確かに。熱戦だったんだ。そうじゃね、そうじゃね、すぐ接敵しそう。マルゼンさん、どんな風に優勝したんだろう。これ嘘。何何。そこで、おお。早く4話見たい、早く4話見るね。第4話思いをかけて、よいしょ。嘘。ねえ、何見たんじゃろう。信じられません、初参加の新入生マルゼンスキー、7人を圧倒、前代未聞、開始15分で優勝です。あらー、そんなに15分で、いやすごすぎでしょ。人たちってば一斉に狙ってくるんだもの。これっていやーパーフェキ勝利って感じ。フィルさん、お疲れ様じゃよ。ね、今週もお疲れ様じゃね。おやすみなさい。ね、まるで姉さんの新入生時代ね。何十年。何十年。さすがに2、3年前ぐらいじゃないかね。あ、史実と関係あるのかも。すごい。試合になってない。まあ、みんなあの子が勝つと思ってたけどね。待って待って、今年の決勝戦、これで終わり？まさひろさんね、すごい圧倒的すぎるね。あらら？いやーね、昨日の同時視聴すごい思い出しちゃうね、なんかすごい。
今のあの先輩馬娘すごい可愛い。ねえ、すごい、やっぱり、イベントストーリーもやっぱり、史実とね、すごい、無念可愛いよね。この子の立ち絵も見てみたいね、すごい。ねえ、武士馬娘見てみたい。他のお馬さんが危険。ねえ、そうそう、ティオルさんね、そう。あれね、あの、負け、で、あの、タイザーがつくとペナルティとかね、あるって聞いたが、昨日ね、そう。なかなか、おばさん自身もね、マルゼンちゃんと戦いにくいみたいな聞いたね、すごい。わかる！今ちょっとツルちゃん入っちゃったよね、すごいね、すごい。そんな経緯があったんじゃ。マルゼンさんが強すぎたばかりに。いやー、なんかすごい、本気で遊べない。レクもすごい本気でやれないのは辛いね。そっか。こういうことがあったから、マルゼンさんはこれ以来、一度も参加してなかったんだ。なるほどね、ほんと、参加しぶるわけね。そうそう、ほんとじゃねえ、もう。マルゼン姉さんは時代に恵む、もったいないよね、ほんとにもったいないね。あ、本当にクロスさん、それがじゃあ元ネタね、それが元ネタね。新馬戦八と、だって、大差がち、すごすぎじゃねえ。お誘いした時の違和感、勘違いじゃなかった。きっと、他の参加者のことを気にして。マリアさんね、マサヒロさんね、マルゼン姉さんがすごいさ、人が良いからさ、すごいさ、ね、すごいみんなのことさ、盛り上げたりとか気遣いとかしてくれる人じゃからさ、なおさらね、なおさらもう。でも、そんなの、マルゼンさん。せっかくの夏のね、イベントなのに、楽しめないのは嫌じゃね、すごい。スイカよし、浮きはよし、木魚よし。たまりよいし あとおやつとバナナも買わねえとな。くー、忙しいぜ。バナナはおやつに入らんね。いや、決まりと木魚は何に使うの。ねえ、そう、マリアさんね、そう、人はね、ほんと何も悪くないね、何も悪くないね。ねえ、木魚何に使うの。ねえ、クロスさん、ゴロスちゃんのセンス、ええのかね、すごい。斜め上すぎてからついていけんね。蹴鞠はどんな柄の蹴鞠なんじゃろう。これじゃこれ。これと蹴鞠で平安野球ができるぜ。みやびに過ごせそうだな。あの、平安和服なんかタイムスリップイベントが起きても、あの、ゴルちゃんはすごい普通に順応しそうじゃね、ほんとに。わかる、クロさんね。このモーションすごいよね。うちも大好き、うちも大好き。ね、これ樹里戦って、樹里戦。うちもこれ好き。ね、ティーホルさんね、そう。ね、その分あのね、あの、ね、二世三世の子がね、すごいついてくれたからね、よかったよね、ほんとに。平野に野球。蹴鞠はあるんじゃけどね。頼む、力を貸してくれ。みんなにうめえ練乳かき氷を作ってやりてんだ。いやー、でもすごい、なんかの、ね、あの、盛り上げようといっぱい準備頑張ってくれちゃるゴルスちゃんじゃけんね、すごい。準備でこんなに面白いのはゴルスさんしかおらんじゃろうけどさ。おお、すごい。待って、旅行の準備進んでっか。ね、牛に直接練乳は絞って出るもんじゃないね、すごい。材料中に材料ね。ゴルスちゃん大活躍だし、その箱に入るの、そんなにいっぱい物入るやつかね、それ。その大荷物、また何か余計なものを買ってきましたのね。まったく、連日浮かれて。ねえ、この木箱なんじゃろ。これキトちゃんが持っちゃった木箱。おめえも浮かれればいいだろ。ため息なんかつきやがって。出るからには本気出すっつったじゃねえか。
もちろん競技には本気を出しますわ。ですが私は遊びほうけて周りに迷惑をかけたりしたくありませんの。はあ、クロスさんそうにゃ、冬イベントでもちょっと発電機が入っておき発電機が入るくらいには中に物入っとるってことね。ねえ、そう、マリアさんにリュックの方が入りそう。遊びに行くのに遊ばねえだと。何言ってんだおめえ、なもん姿を消した姿焼きと同じじゃねえか。何焼きなんだよゴルスさん、すごい演じるの大変そうじゃね。すごい会話会話のこのテンションのこの上下を上下、すごい。いやー楽しい。で、ね、ただの焼き、焼きしか残ってない。放っておいてくださいまし。あなたにとやかく言われることではありませんわ。姿を消した姿焼き、すごいマウスじゃね。ゴルシちゃんは、ゴルシちゃんはな、あー、なんかした、なんかした、先生に言っちゃう。遊ぶつもりで、いやー泣かしたねえ。バクシンさんね、すごいよね本当に。あ、ふかふかめしさんこんばんは、遊びに来てくれてありがとうだね。今ねすごい、あのマックちゃんがゴルスちゃん泣かしたいよ、泣かしたいよ、泣かした、泣かした。そんな顔してもダメですわなんとぽよぽよレモンさんに人の血を流れつらんのんで、フィジカルお化けの情緒不安定ねえひよこちゃんね。そうピンオルさんな、ゴルスちゃんの方がやっちゃるってことねえ、すごい。面白すぎじゃろこの顔は。アロエ寮って何ね、アロエ寮。アロエは生えちゃるもんじゃよ。ね、泳いじゃるもんじゃないね。すごい。かわいいね、かわいい。ねえ、ティンオルさんね。ねえ、おじいちゃん。ねえ、かわいい孫じゃね、かわいい孫。ねえ、マリアさん。やっぱりマックちゃんにこのお願い方はすごい効くね。気候ばっかしょるやつの涙をどう信じろと。いやー、何このお母さんと娘のやりとり。ねえ、ほら、こんなねえ、ほんと。ねえ、ダダコね、始めたい、ダダコね。本当だぜ、たく。ま、何に揉めてんのかは予想がつくがな。細かいね、細かいね、ここのモーションすごい。さすがじゃねえ、サイゲさん。いつものじゃ、いつもの。ね、意味があるようで。ただの育成イベントじゃね、これ。いやー、ゴルスさんの調子が下がってしまうね。こいつ周りだの迷惑だろってつまんねえことばっか言ってたよ。ですからあなたがわがまますぎるんです。ねえマリアさんね、ほんと私から言わせりゃあんたらはどっちが正しいってこともねえよ。こういう時はかけたらどうだい。それでパッと決着をつけりゃいい。デュエル、デュエル賭けで決着。なるほど、確かにこのままでは平行線ですものね。ねえひよこちゃんね、すごい、あのゴルスちゃんの遊びはすごい本気の香りがプンプンするもん。面白い、ちょうどぴったりなイベントが迫ってるしな。決勝戦で決着つけるってことでどうや。いやーティーオルさん、そのゲゲルは一応大変なことになるが。
いやー、でもね、月城さんね、ほんと姉さん、思いっきり姉さん、触れ合いしてほしいよね。いい機会ですわ。あなたのすっとんきょうなわがままぶりは、以前から目に余ると思っておりました。ね、トレゼン学園はすごい、掛け事推奨みたいだね、すごい。ゴールドシップさん、私が勝ったら、しばらくの間おとなしくする。と約束していただきますわ。ねえ、すっとんきょう。クロスさん、ほんまに、カムアウトシャツを破られる。ねえ、ラビニーさんね、グッドって言われてすごいね。鍵落とした方、仲裁する人がおった方がいいね、すごい。受けて立つ。その代わり、私が勝ったら、ビーチバレーで踊り明かすぞ。おめえがプリマだ。おお、すごい、すごい誘い文句じゃん。ね、あ、ハイカップさんいらっしゃいだよ。初見さんいらっしゃいだね。ね、マックちゃんすごいちょろいね、ちょろちょろ。ね、ギャンブル大好き中山さんはクソなんじゃよ、爆心さん。ね、トレーナーの魂。勝手にトレーナーの魂。ね、黄色いやつの魂をかけるぜってやれそうね、ほんとに。おお、見えないけど、見えないけど、火花が見える。少しは熱くなってきたじゃねえか。ね、バレエはバレエでも、そっちのバレエにってことよね、ほんとに。いや、盛り上がってまいりました。みんな旅行の準備で大忙しみたいね。ゴルシちゃんなんか本当に大荷物で。ねえ、バクシンさんね、わかる。ビーチバレーはこれはこれで見てみたいよね、すごい。ウルトラロマンティックな場面が見れそう。ねえ、そう。スルーすると大暴れ、カマーとシャツを破れ、調教はやる気なし。病院送りになった関係者も。いやー、大間さんのね、世話はね、そのゆるとさんからお話とか聞いてるけど、大変そうじゃからね、ほんとに。いやー、気になるよね、ほんとに。ビーチバレー A の方がすごい気になるね。ちよちゃんも、熱心に練習してるみたいだし、みんな、すごくすごく楽しみって感じで。はい。楽しみですよ、とっても。噂をすれば千代のおちゃん。千代ちゃん、やっほー、奇遇ね。あなたも風に当たりに来たの。いいね、トレセン学園は屋上開放所って羨ましいね、すごいね。うちんところが屋上開放所なかったから、こんなすごい漫画みたいなことできんかったね。いえ、マルゼンさんを探してました。お話ししたいことがあって。あ、ティニオルさんね、そうそう。なんかすごい、砂浜じゃないところになるかね、ビーチのすごい。でもそうなるとビーチじゃないね。どういうことじゃろうね、ほんとに。いやー、ほんと飛んだバレーマじゃね。実は、過去の決勝戦の動画を見たんです。マルゼンさんが、優勝した回の。ねえ、ひよこちゃんね、そうそうそう。あ、チュンさん、お帰りなさい。お疲れ様じゃよ。今ね、予選が終わって、決勝前のイベントが始まっちゃるところじゃね。ねえ、ぽよぽよレモンさんに千代ちゃんのね、コーヒー物おじせずにね、すごい、言えるところは本当に尊敬するね。イラストがすごい良い。イラストこれすごい良い。第5話、ミサ決勝戦。いやー楽しみじゃね。ちょっと、15分をね、なんとか、破れるかどうか、そこが問題じゃね。まあ、そうだったのね。どうだった？イケイケだったでしょ？私。いやー、ねえ、そう。ねえ、そう、愚直ね、そうね、でもすごいこういう、まっすぐなところはね、すごい。ねえ、KBY さんみたいにうちもね、お迎えしたくなって仕方がないね。いや、マリアさんね、欲しい、欲しい。
ねえ、ティーオールさんね、これ、サポカすごい。サポカの宣伝に抜群じゃよね、このゲーム、このイベントね、すごい。圧巻でした。だけど、マルゼンさんはどんな気持ちだったんだろうって思いました。ねえ、そう、クロスさんね、ほんと、そう、史実のね、すごい知識もそうじゃし、動画見るのがすっごい楽しくなったね、競馬の動画ね、そう。実況のアナウンサーさんが名前呼んでもすごい、わかるの、ね。それがすごい楽しいね。千代ちゃんのシナリオそんなに良いの、いいな。ありがとう。でも私は大丈夫よ。いえ、違うんです。私は優しいとかじゃないです。だってモヤモヤしたんです。うん、マルゼンさん、今年の予選も余裕しゃくしゃくでしたよね。自由形も平泳ぎで、他の種目もぶっちぎりで。ねえ、そう、ねえ、キッシュさん、こんぶいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。ねえ、いや、そう言ってもらえたらすごい嬉しいね。でもすごい、今日シュークリーム頑張ったら4個食べれるが、とかそういうお菓子の話とかいっぱいしちゃるよ。ねえ、すごい、ストーリーね、すっごい楽しいよ、今。ねえ、これからどうなるんか、すごい楽しみじゃね。ねえ、そうそう、千代のために黙って寝ようって。そうね、純さんね、すごい、この、マルゼン姉さんのね、気遣いにもう泣けるでしょね、ほんとに。そんなに、マリアさん、金曜さん、そんなに、ライアンちゃんとかキングちゃんとかで泣きよったら、泣きそうなシナリオかいね、それ。千代ちゃん、それはね。わかってます。遊びでも勝負ですもん。マルゼンさんは手を抜いたりはしない人です。だけど誰もあなたを必死にさせられなかった。それに気づいた時、うん、私すっごく悔しかったんです。いやー、すごいわかる、すごいわかるよ、千代ちゃん、本当にね、そうね、完全燃焼させてあげたいよね、本当に。本当にクロスさんね、育成ストーリーでもマルゼンちゃんとの関係そんなに良いの？みんなずるい、お迎えしとる人ずるい。だから決めたんです、決勝戦までにもっと練習するって、そして強くなるって。今日はそれを言いに来ました。宣戦布告じゃん。ねえ、積み木崩しさんね、マルチよ、てーてーね、ほんとてーてー。千代ジョーダン川上ちゃんの育成、ひよこちゃんね、いいみたい。三人お迎えしたい。ねえ、マリアさんね、すっごいわかる、もうメイクデビューでうちもキングちゃんとか号泣だもんだって、もう。今年は私が退屈。ねえ、ガチャ頑張ってます。だから私とぶつかるまで脱落しないでください。いやー、すごい嬉しいね、すごい。後輩ちゃんにこうやって言われると。ねえ、クロスさん、ほんまにスイープちゃんも良いの。見たいね、見たいね。あなたのことは、私が倒します。これは挑戦状です。ねえ、ゴナユウさんね、子よ、ほんとに子じゃよ。チアちゃん。ほんまにティーオールさん、マリアさん、その二人、本当にお迎えしたいね。はよ、8月下旬になってほしい。緊張か。あなたって、本当に。ジオちゃんこそ、私とぶつかるまで負けちゃダメだぞ。優勝は譲らないわ。全力でかかってらっしゃい。いやー、良い。本当に良い。ねえ、クロスさんね、ほんとすごいよね、このゲームのお話考えちょる人。ジョーダンちゃんの熱血サウス漫画ストーリー。見たい見たい見たい。ね、不屈の闘士の千代の王ちゃん。見たいね、見たいね。はい。もちろん全力でいきます。絶対に負けませんよ。
ねえ、キッシュさんね、うちもの下旬にガチャやってね、すごい頑張ってお迎えしたいね、本当に。ティオルさん、それほんまに100万円獲得すごーい。ねえ、マリアさんね、本当の動画ね、すごい昨日までみんなで見たんだけど、ああいうの踏まえるとすごいグッとくるね、本当に。そして、あっという間に決勝戦当日がやってきたね。参加者たちは、それぞれの思いを胸に、巻見島へ飛び立つ。巻見島もなんかのすごい、由来ありそうじゃねえ、ほんとに。さあ、始まりました。スプラッシュ決勝戦、水鉄砲バトル。おぉ、BGM がアレンジされてる。いやー、ねえ、お守り握ってメガホン持って、重りをつけてトレーニングさせんとこれ。みんなに頑張って。うわぁ、かわいい。かわいい。これがみんなが言うちょっとバズーカね。これがみんなが言うちょっとバズーカね。すごい。いやぁ、ゴルちゃん下ろしてるのすごいかわいい。うわぁ。いや、なにこの、ここにかわいい、これかわいい。ねえ、すごい。いやー、すごいね、これ。ねえ、クロスさんね、すごいよ。マックちゃん、すごい、良いね。ここ好きじゃない、ここね、すごい、良い。いやー、このアクセサリーも、うわ、かわいい、これもすごい、かわいい。かわいいしかないね、すごい。ねえ、ゴルちゃん、どうしてしまったの？すごい、もうシャキッとしてからに。黙っちゃれば美人。ほんとね、ほんとね。ゴールドシップさん、約束、忘れてはおりませんよね。ここでデュエルするんね。クロスさん、ほんまに、神おろし殺しっていうイラスト部門があるくらい。すごい。いやー、これもすごいね。ね、ストレートでこう流してもすごい良い感じがする。足りねえよ、優勝するのはこの私だからね。ねえ、みんなね、黙ってれば以下略になるね。これはそれでは選手の皆様、各自スタート地点へご移動を。その間にルールのおさらいです。といってもルールは超シンプル。ルール、ねえ、マリアさんやっぱりすごい似ちょるよね。ぽよぽよレモンさんね、本当もこれは誰に誰に。相手選手の水鉄砲に入った色水に当たったら失格。やっぱり色水。それ以外の川や海の水にはどれだけ濡れてもセーフです。これはあれじゃないの、水辺で構えて撃たれそうになったらね、潜って逃げるのが正解な気がするが。ねえ、クロスさんにやっぱりチューンな気がするね、すごいこれ。ねえ、ティオルさんね、そんな気がしよる。いや、ほんとね、ハイカップさんね、ほんと、ゴルスさんモデルみたいね、ほんと。試合の様子は、島中に設置された無数の定点カメラが捉えます。スマホからどこでも見られますよ。おー、ハイテクだね、ハイテク。水が入った水鉄砲でフェイク。すごいね、ぽよぽよレモンさん。それ頭脳プレイになりそう。いや、陣地はなさそうじゃねえ、ほんとに。水着でやるサバゲーは盛り上がりそう。ねえ。いや、マリアさんね、ほんと髪型今回すごい水着に、ねえ、二人も合わせてきちゃってからすごい、なおさらにちょる感じするね。島にあるものは何を使っても OK。相手の体に触れるのは NG。あ、触るのためね。正面から挑むもよし、手を組むもよし。とにかく最後まで残った人の勝利。ルールは以上。それでは皆様、目いっぱい応援して盛り上がりましょう。いやー、でもぽよぽよレモンさんね、そこだよね。やっぱりガチで戦うべきか、やっぱりこのね、人も呼んじゃるわけじゃからね。観客ね、すごい見せる戦いも重要じゃよね、やっぱり。ティーオルさんね、それはすごい、うちも気になるね、やっぱりちょっと。ね、あんまり山の方には行くのはちょっと気が引けよるね。間もなく
そうね、ひよこちゃんね、結局イーブになるね。いやー楽しそう。これスプレーシューは必死じゃねえ。もうまずは冷静に敵の数を減らしてまいりましょう。ゴールドシップさんを狙うのはその後ですわ。補給とか大丈夫なんかね。色水の最小限当てれば大丈夫そうじゃけど。隠れ潜みながら進むのは結構体力を削られますのね。ねえ、いやひよこちゃんね、そう、なんかすごいこの駆け引きが本当にねすごい重要になりそうじゃね。本当にあの場所だけがすごい有利になる要素じゃなくってね、そう虫とかレモンさんのねその誘導がうまいこと言ったらすごいねええかもしれんけど、あんまりカメラに映しとないねそれ。あ、尻尾で払う、なるほどなるほどね、尻尾で払うの確かにありそう。いや、ねえ、マリアさんにマックちゃんの水着ほんとにかわいい。そうなんよね、ハイカップさんね、そう。そうそう、もしかしたらちょっとあの、ねえ、あの、前のと、前のその、マルゼン兄さんが参加した頃とはルール変わっちゃりそうじゃね、そう。なに？なになに？ねえ、そう、15分で終わらせるのもほんとすごいよね。どういういきさつになったかも本当に気になるね。何ですの今の悲鳴は。これは一体皆さんなぜ座り込んで、まさかもう3人とも失格に。ねえ、なかなかの、いやーうちの馬娘のガチホラーの BGM とかすごい苦手じゃから、ちょっと私たち3人で手を組んでたんだけど、さっき中山さんに、あらこの企画って8人参加者からじゃあ3人やられてしまったんじゃん。あと残りの5人はじゃあ知っちゃるメンツのねえ、わかる、シースルーすごい可愛いよね。いやーぽよぽよレモンさんね、うちもね、あの最近ね、あの配信中にね、急にガチャが回り出す怪現象があってね、本当にびっくりしたね。中山さんが、中山フェストちゃんがやったね。ねえ、あっちに大きな砂山あるんだけど、めっちゃ怪しくない？後ろに誰か隠れてたりして、行ってみようよ。ねえ、わかる。ゆるい感じのすごいふわふわのね、ついてよいよね。待って、砂山のそばの岩陰から、何かはみ出してる。あの色、中山さんの着てた上着の裾じゃない？これはもしかして砂浜の山は罠で、ね、あの山に近づいた瞬間に隠れた岩陰からブシューってやつじゃね。ねえ、そうね。ね、ぽよぽよレモンさん、そうそう、アニバがあるからさ、そう、あんまりジュエル無駄遣いできんのにね。なるほど。彼女らしいブラフですね。砂山を作って注意を引き、本当は岩陰に潜んでいるというわけですか。いやでもじゃあなんでさ、ちょっとの3人とも甘い甘い、3人で挟み撃ちに。おお、なになになに、おお、いや水着良い、髪を下ろした、すごい中山フェストちゃん良い。甘いね。かっこいい。したやつは途端に脇が甘くなりやがる。ブドウジュースがいっぱい出ちゃる。ねえ、バクシンさんね。ねえ、思った。ニット帽なしのレアな中山さんじゃん。ねえ、イクノちゃんぽい子。1、2、1、2、ここにあの、三人目の子がおるかな？あ、こっちじゃ、こっちにおる。岩陰からはみ出させた上着もブラフだとは思わなかったのかい？かけたのさ。あんたらが砂山と岩陰のどちらを選ぶかを。あんたらが砂山を攻めるか、私が蒸し暑さに耐えられなくなったら私の負け。そして、あんたらが岩陰を選べば、こんな風に
私の一人勝ちってな。砂の中に隠れちゃったの、すごすぎじゃね。なんて大博打を。彼女はまだ近くに。ねえ、かっこいいね、中山さんに、ほんと。ねえ、色水、色水。ねえ、黒さに耳飾りすごい良いよね。TM レボリューションみたいな水着は草じゃねえ。それが、やはり暑さに耐えられなかったようで、そこに転がって。草いや、そうじゃよね、やっぱり。いや、もう、今週とね、今週と来週の暑さ、ほんまにやばいらしいけんね、ほんと。中山さん、ダメじゃよ。もう。ねえ、なかなかの里かみたいに、こう、綺麗に感じにはいかんよね、砂に。うちあの、里かのあれはイメージだと思うね、すごい。もう、肌と顔とかね、あの、髪の毛とかもう砂でべっそり、べっ、ね、ブサーってかかっちゃうね、きっと。なあ、心配、いらねえよ。むしろ、すがすがしい気分だ。燃え尽きたぜ。人思いに、やってくんな。いやーもうこれ色水かけてる場合じゃないね。ぽよぽよレモンさんのエイトリちょっとポカリか双剣美茶持ってこんとこれ。ねえ、これ自爆系。いやーねえ、でも作戦はすごいけど、作戦はすごいけど、やっぱりあの、中す、よう息もしちょったね。もう砂風呂じゃよ、それも。あなたと来たら、まったく。わかりました。ではお望み通り冷やして差し上げますわ。あの、そこの浜辺であの砂落としてあげよう。まず砂落としてあげよう。ねえ、そう、はい、ハイカブさんに、そうえい。ねえ、マリアさん、超じゃん。少し不本意な勝ち方ですよね。いやー、ご内容さんにも中山ペットちゃんすごい、ちょっと、いや、このイベントストーリーとかメインストーリーってさ、なかなかね、そう、お迎えできなかったこの一面とかが見れるから、そう、ねえ、そう、すごい、これを見るとね、ガチャ回したくなるんよ、ほんとに。ねえ、爆心さんね、うちもこのギャップずるいと思うんだよ。これで残りは4人。果たして、優勝は誰になるのか。ねえ、思った以上に、あっという間に半分に減ってしまったね、もう。ねえ。いや、ティーオルさんにあの、ゴルスちゃんのスキルに負けんでほしいね。あの、水着ゴルスちゃんに負けんストーリーにして、あの、スキルにしてほしい。第6話、退屈させない。これ持ってる、うちん。これ持ってるよ、うちん。うちこれ持ってる。ねえ、すごい。ギャンブルつよつよなのにね、そう、ポンコツなのが逆に良いよね、ほんとに。早くも選手の半分が脱落し、ねえ、ひよこちゃんね、怪人、怪人。メジロマック、ゴールドシップ。マックちゃんと、ゴルスちゃんと。そしてマルゼンスキーに桜千代の方、優勝をつかむのは誰か、やはりゴルスちゃんなのか。やりたい放題すぎて草。ちょっと勝手に、今のマイクに乗っちゃってますよ。ねえ、ボヨボヨレモンさんね、ほんと怪人の世界に降りそうね、ほんとに。ねえ、ひよこちゃんね、すごい、ゴルスちゃんのあの、ねえ、声優さん、ほんとにあの、ねえ、声色があの、すごいあの、ゴルシン、ゴルシン、ゴルシンの時もそうじゃけど、ほんとに芸達者。マジか。じゃあ、下中に聞こえてんのか。おーい、おばら、聞こえてっかー。まとめとんのもあったし、そろそろ探しに行くからな。川下からさっきと一緒に登場して。くそ、いや、実況本当上手。あ、人外ばかりやっとる印象。ねえ、ゴルスさん以外どんな役やっとるんじゃろうね。今の声、
メインステージにいますのね。いい度胸ですわ。なんかあれじゃん、ヘボットでちょ、ヘボットでチョリソー、うちの好きなアニメのヘボットインでチョリソー。ご、ごん、まったく、ずいぶんはしゃいでいますこと。司会者さんにもご迷惑じゃありませんの。あ、本当にジュンさんじゃ、そうするそうする。範囲の位置これぐらいだったかな。私はあんな風に羽目を外したりはいたしませんわ。目白家の馬娘として優奈に勝ちますねえ。五男優さんね、かわいいよね、本当に。あ、ハイカップさん、そうなんね、そうなんね。ナレーションに専念しようって、そうじゃったんじゃん。よかったんです。それよかった。もっといろいろ出てほしいよね、本当に。この辺りの草、ちょっち人が通ったような跡が。ん？あら、やっぱり。すごいね。マルゼン姉さんはもう、ね、陣を構えるところじゃなくて、まず、こういうところに目が行くのがやっぱり、強さの秘訣なんね。スポーツニュースのナレーションが決まった。おめでたいね、じゅんさん、それすごい。ね、マックちゃん、ほんとかわいいね、まさひろさんね、ほんと。いるんでしょ？出てらっしゃい、ちよちゃん。そうなの、ハイカップさん。ゴルスさんよりも大きいの。すごーい。さすが、マルゼンさん。でも、どうして私だって分かったんですか？歩幅よ、歩幅。ゴルシちゃんはもっと足が長いし、マックインちゃんともストライドが違う。いやー、ついに対面。ねえ、来ちゃうよ、来ちゃうよ。この整った均一な歩幅は、ひたむきな鍛錬の証。すごーい。私はよく知ってる、チヨちゃんの走りだわ。いやー、ねえ、ハイカップさんね、マルゼン姉さんすごいね、やっぱり。本当によく見てくれているんですね。やっぱりあなたはすごい人です。だからねえ、探偵よね、ひよこちゃんね。左翔太郎もびっくりの探偵プリじゃね、本当に。ねえ、強者感があって本当に良いね。だからこそ、私が倒します。おお、始まったね。早い。それにこっちの動きを読んで打ってる。これは余裕のよっちゃんとはいかなそうね。ねえ、どっちが勝つじゃろう。おお、今度はこっちね。え、すごいフリルが良いよね。ねえ、そのティンヨルさんね、うちもそれすっごい楽しみにしとるね。どうにも隙がない。本当に一秒も退屈させてくれないのね。ねえ、すごいね、マルゼン姉さん対策に全振りじゃん。ねえ、そのアニメで見たいね、マリアさん。本当にさせない。私が勝つんだ。ギリギリまで引きつけて。あ、本当に、あ、もう公開しとるの。あ、もうそうなんじゃ。見たい見たい。勝ったのは桜千代の個人の一発が見事に命中。おお、すごーい、すごーい。やりよったね。絶対当たったと思ったのに。すごい。残念。私が勝ったんですか？やったー。ねえ、すごい。いやー、OVA 恒例の水着会。いや、本当にやってほしい。3期、4期とやってほしいね。すごいね、ちょっと、さすがにマルゼン姉さんがね、勝って完全燃焼で満足かなって思ったけど、千代ちゃん勝った、すごい嬉しい。乾杯よ。
こんなに熱くなれるなんて思いも。チアちゃん後ろ。なになに。さくら千代の王逃げる。苦しい連戦だ。おっと、ゴールドシップの猛攻についに敗れた。残酷残酷。いやーそうね、このゲームはバトルロイヤルじゃね、感傷に浸っとる場合じゃなかったね。いやーハイカムさんにこれゴラスちゃんの戦略ガスじゃん。これで残るはゴールドシップとメジロマックイーンの2人。さあこの展開どう見ますか、飛び入り解説役の中山さん。ねえマリアさんに、ね、でもこれジュンさんの言う通り、これがバトロンじゃん、これがバトロンは。いやーね、ぽよぽよレモンさんね、いやゴルシちゃんのことじゃから、うちはね狙っちゃったと思うよこれ。解説役、おいおい、私は暇つぶしに試験を話してただけだろうが。ね、バクシンさんね、まさかの解説役じゃねえ。まあいい、順当といえば順当な結果だな。ゴルシもマックイーンも身体能力は頭一つ抜けてる。いやーエイペックスなら確かに日常かも。いや FPS ではよくある関係者ね、本当にねえ。正宏さんね、本当にあの漁夫の理じゃね、漁夫の理。単純な実力で言ったらマックイーンが硬い。あいつなら頭脳戦や持久戦にも持ち込めるだろう。だがねえ、なんで水着の姿になってくれんねえ。ほんと、ジュンさんね、うちも、それはすごい不満じゃね、すごい、サイリさんに文句言わんと。最後まで何をしでかすかわからねえ。あいつの強さには、恐ろしいほどムラがある。それ褒めちゃる。そこが勝敗を左右するはずだ。そうじゃね、そうじゃね。飲まれて勝負どころを見誤ったら、うん、アウト。あ、そうじゃね、水着がもう砂だ。そうね、もう砂でもうやられとるじゃろか。ね、もうあの、洗濯に回さんとダメじゃろうね、もう。ハイカプさんね、うちもこれわかんない。マックちゃんとゴルスちゃん、どっちじゃろう。いや、うち最有力候補のマルゼン姉さんがもう脱落させもうたから、わからんね。ゴールドシップの調子は気になりますね。メジロマックイーンがどう対処するのかが見ものです。ね、どうなるんじゃろう。いよいよレモンさんはマックちゃんね、マックちゃん。いやーどうじゃろう。いやゴルスちゃんも一筋縄ではいかんよ。こういう遊びに関してはなおさらじゃねえ。ちゃんと勝ち残ってくださいましたのね。そうでなければ肩透かしですわねえ。ティーオルさんね、そう、あの馬娘の戻るってあの何ヶ月もかけて作るらしいよね、本当にすごい。あのこの前にあのダートの子がいっぱいね実装されただけでもすごい奇跡みたいなお話だもんね、本当。です。最後に勝つのは私、絶対に私です。約束通りおとなしくしていただきますから。お覚悟ね、どっちが勝つんじゃろ、これすごい気になる。いけませんわね、あまり支援をにじませてはね。えすごい気になるね、すごい、どっちが勝つんじゃろう。他の生徒たちも見ているのですから、きちんとしませんと。賭けはあくまで個人間のこと、熱くなりすぎてはダメね。えそう、じゅんさんね、本当にもう感謝しかないね。このシナリオを書いてくれる人、背景書いてくれる人ね、キャラデザにこのモデリングね、それにこうやってもね、本当に何から何まで感謝じゃねえ。メインステージであの方を待つといたしましょうか。その方が行事も盛り上がるでしょうね。えひよこちゃんね、もう言葉はいらないのかじゃね。これは私は目白家の馬娘として粛々と勝利を収めるのみですわ。はい、そろそろかね、そろそろ。まだ大丈夫、待って、大丈夫、まだ大丈夫じゃった。これで第7話、そして一騎打ち、ここね、ここに置いとったら次大丈夫そう。ねえ、マリアさんね、ほんと盛り上がるね、ほんとに。ねえ、ちょっとカーソルここに固定に置いとくが。
クイーンさん、すごく集中してるみたいですね。ねえ、すごい。どうなるんじゃろう。迎え撃つ準備はバッチリって感じね。さて、どうなっちゃうのかしら。メジロマクイーン、長いことああして立っております。精神統一をしつつ、的になってしまうが、そんな棒立ちなんて。だな、島内を探し回って無駄な体力を消費するより、なるほどね。キラキラと堂々一騎打ちしたいって腹だろう。ねえ、そうそうそう。いや、ちょっと待って、うちさ、だいぶもう諦めモード入っちゃったから、ちょっと導入見送っちゃったんだけど、ちょっと今セッティングさせて。ちょっとみんな時間ちょうだい。ね、せっかく掃除に作ったんじゃけど、そう、ボロボロよく考えたらこれうち画面見てしまうと思って、そう、諦めちゃったの、ウィンドウキャプチャーで、ちょっと待ってね、一瞬緑になるが、カーソルキャプチャーいらんが、これもいらんね。よいしょ。フィルター。ねえ、みんなね、すごい楽しみじゃねえ、ほんとに。よいしょ。ねえ、すごい楽しみ。黒巻。よいしょ。これね、すごい便利だから。ねえ、物理的に手で隠した方が早いかね。よいしょ。ちょっとね、動作確認するが、隠して。お、出るかね。消して。あ、来ちゃ。大丈夫そう。もういいよ。お、もういいよ。消えんね。消して、もういいよ。もういいよ。おかしいね。声で反応するはずなんじゃけど。もういいよ。調子悪いね。よいしょ。あ、来ちょるな。ごめん、来ちょった。ね、もういいよ。はい。ほいじゃね、続きやって。ごめんね、お待たせしたね。すごい。茶番でお待たせしたが。あいつもそろそろ気づいて、ここへやってくる頃だろうが。ん？俺たちは、最強のバッテリーだったのに。全国に行くって。約束したのに。くそ、何これ。せめてこの真っ白な砂を瓶に詰めて持って帰ろう。俺たちの夢を後輩たちに託すために。なんか収録しとるんですか。ねえ、何この甲子園の流れ。確かに一夏のドラマではあるけども、あ、コチゾウさんいらっしゃいだよ。コンムイ、遊びに来てくれてありがとう。ねえ、やる気は十分だ。いや、もう試合終了しちゃ今の寸劇はもう終わった後のあれじゃけど。というわけでですの、皆さん困惑していらっしゃるじゃありませんの。ねえ、ぽよぽよレモンさんに、これはもう終わった後のやつじゃね。キーヨルさん、ほんまに、でも確かにすごい、このキャラクターだからこそすごいね、ウマ娘は成功しとるところあるね、すごい。戦う前に一つよろしいですか。
私たちは賭けをしていますが、それ以前にこれは学園主催の行事であることをお忘れなく。うん。あ？私は熱くなりすぎて周りを見失うような戦い方はしません。見ている皆さんに恥じない勝利を目指しますので、そのつもりで。おお、何言ってんだおめ。つまりなんだ。ん、すごい表情細かいね。かわいい。顔をしていますわ。おしゃべりはこのくらいにして始めましょう。いやでもすごい、そのバズーカすごい有利そうじゃよ。おいおいおい、何につまんねえこと言ってんだ。なんだそれ。なに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 、どういうこと。なんですの、急に叫んで。待て。マリアさんに本当芸が細かいよね。ねえ、そうね、ティ、マックがおかしいこと言ってるみたいだね。そう、ジュンさんね、うちもだんだん頭混乱してきた。つまんね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 ー。あー、なんかした、なんかした、先生に言っちゃろ。ゴールドシップさん。え、そうなの、え、そうなの、え、中の人の性格真逆なの、こなゆうさん。え、信じられんね、信じられんねや。あ、強すぎて言われてたことかも。そうなんじゃん。ねえ、すごい。孫のただこねじゃよ、もう。うちらも白目向きそうぜ、この話見ちょって。ああ、まんね。飽きた。うちはもうてっきりあのね、さっきのあの千代ちゃんの絵のサポカみたいな激しい一枚絵が見れることを期待しとったんだけど。なんということでしょう。ゴールドシップ突然の戦意喪失です。いやー、これ後輩ちゃんがこれ、後々あの、千代ちゃんみたいにビデオであの、コピーしてみたときに、すっごいびっくりするやつじゃよ。飽きた。何をおっしゃいますの。ほら、早くお立ちなさい。起きないと撃ちますわよ。ねえ、え、ぽよぽよレモさん、いつものこと。撃てば。はぁ、だる。どける。ねえ、自由人すぎてから本当にね、もう草じゃよね。なんてわがままな。あのですね、もう少し周りの迷惑をお考えになって。ねえ、ジュンさんね、もしかしたら言うとりそうね、本当に。あれぞゴルシュだよな。本当にやべえわ、あいつ。ごなゆさん、これが120億なの。チケ、コチゾウさん、これ120億なの？マジウケる。この辺すごいな。みんなの心象をイベントにこう表現してる感じなの？
これだから目が離せねえんだよ。すごい。まさひろさんね、ほんとこれがゴルスちゃんの魅力よね、ほんと。ねえ、クロスさんね、ゴルスちゃんがね、人気率の一番。皆さん、なぜあんなに楽しそうに。ねえ、すごい。わがまま、だから彼女の破天荒ぶりなんか、皆さんはとっくに受け入れているということ。絶対の強さは時に人を退屈させるが、マックちゃんのキャッチフレーズ。あれじゃね、なんかすごいコメントでも教えてもらおうたけど、オペラオちゃんもなんかそんな感じだった、聞いたが。オペラオちゃんとね、名称ドットオちゃんが。ね。アルフレッドさん、初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。センキュー。ねえ、ぽよぽよレモンさんに、うちもそう思う、うちもそう思う。わがままを言ったら迷惑なんて気にしすぎだったのでしょうか。ねえ、でもすごい、でもマックちゃんのそういう気遣いもうちも大事だと思うけどね。そうだね、クロさん28センチ15回、すごいね。ムクロニットさん、こんばんは。遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ノリタラコちゃんも、いらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。今ね、決勝でね、すごい、ゴルスちゃんがまさかの戦意喪失じゃねえ。思えば、記者の方々だって、嫌な顔一つせず、私の希望を聞いてくださったじゃありませんの。そうですわ。私のわがままを、至らぬ点を、笑って受け入れてくださっていたじゃありませんの。そうね、ぽよぽよね、そうね、そうね、そうじゃね、まだ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 わがまま言っても大丈夫なね、そうお年頃じゃよね。そうね、じゅんさんね、ほんとじゃね。私は今まで何を遠慮していたのでしょう。まだまだ未熟者ですわね。ねえ、ハイタップさんね、そうでもねえ、一番人気の人が勝ってしまうレースだったら、やっぱり、ねえ、ちょっとつまんないよね、やっぱり。ねえ、大番組合わせがあるからこそレースはすごい楽しいね。今日も無理。帰る。ゴールドシップさん、よろしいですか？ガン。ねえ、そう、タラコちゃんね、今、イベントストーリー見ちゃるの。なんだよ、飽きたっつってん。お黙りなさーい。おぉ、大きなんて許しませんわ。びっくりした。マックイーンさんが。切れた。プッツンみたいね。ねえ、プッツン。気まぐれが過ぎますのよ。飽きたって何なんですの。いい加減になっちゃいます。くそ。おうおうおう、どうした。ねえ、ひよこちゃんね、大番狂わせ。そういうことはしねえんじゃなかったのか。全言撤回です。そんなことより、あなたにお灸を据える方が大事。ねえ、ハイカプさんね、切れた。帰るなんて許しませんわ。本気で勝負なさい。賭けの決着をつけますわよ。まともな面構えになったじゃねえか。ねえ、マリアさんね、ほんと。ゴルスちゃん、面白くこれマックちゃんのソロ曲の。あなたが勝ったら、他の遊びにも付き合って差し上げますわ。ダイオウイカ探しだって、ケマリだってお付き合いします。いやー、ジェンさんね、ほんとこの絶対やれよ。嘘ついたら酒飛ば千本飲ますからね。酒飛ば千本、すごい。もうお水がいっぱい欲しくなるね、あの塩辛いの。ねえ、クロスさんになんかの本音を引き出した感じがあってすごいよ。ここに、いけた。
ね、どうかいどうかいね。もうカーソルが迷子になって大変だったよ。もうあの宇宙の2画面で見ちょるんだけどさ、下隠して OBS の画面も手で隠してからも、いやあのカーソル操作でふんふんいっちゃった。ねえ避けた、よいしょ。なんですって、これでどうですの。ねえマリアさん、頑張ったよ、すごい頑張ったね、すごい。おお乱れ打ち、すごい。すごいすごい。おお、すごいすごい、水着のマックちゃんが走っちゃる。この私にスタミナ勝負を挑むおつもり？いや、ジュンさん大丈夫。ありがとうじゃんよ、すごい。うちもね、すごい。ネタバレなしで楽しみ体験ね、すごい。頑張ってよかったね。ねえ、ゴルちゃんの追い込みがすごいね。おお。波乱の決勝戦が幕を閉じた。おお。いやー、すごいね。あっという間に終わってしまったね。これは何作っちゃるんじゃろう。焼きそばかね。あ、ねえ、そうね、マックちゃんの、あの、スタミナを受け継いだけんね、そう、ゴルシちゃんがね、そう。ねえ、ぽよぽよレモンさんね、これ、何作っちゃるんじゃろう。焼きそば？ちょっと待って、今、ツッコミどころが多すぎなんじゃけど。あんたまだ律儀に無言でいたのか。いや、みんな、え、なんでみんな、なんでそんなの、仮面ライダーダブルみたいにあの、腰のところからこう、ポンって出てくるの、それ道具。ねえ、小道具が。ねえ、人参焼きの芯まで。ねえ、千代ちゃんもどっからこの腰からプーって出してきたね、ほんとに。おとなしくするというのはそういうことではない。と言いたいところですが、あ、モーリスちゃんもマイラーだけど、へえ、ねえ、ノリタラコちゃんね、ほんと、異空間焼きそばじゃん、異空間焼きそば。あ、ほんとじゃ、おとなしくするって、ほんとじゃ、カッチョルね、カッチョルね。ねえ、マリアさんね、ほんと、ねえ、ゴナイユさん、ほんとクソじゃよね。いやあ、尻尾に乗っけちゃるはすごい新しい発想。ねえ、うちも焼きそば食べたくなってきちゃった。喋らないでいただくだけでも随分静かになりましたわね。今後しばらくは落ち着いて暮らせそうです。ほんとじゃ、喋ってない、喋ってない。なんですの？文句は受け付けませんわよ。かわいい、かわいい。ねえ、そうね、小地蔵さんね、ほんとそう、お祭りのあの海の家の効果みたいなあれよるよね、やっぱり。ねえ、炭水化物パクパク。ねえマリアさん、やお腹すくんよ、ほんとに。もうすごいね、この美味しいね、すごいの見してきよるか。うちこれ食べたい、これ食べたい。意味がわかりませんわ。で、なんですのそれ。味がしっかり。かけませんわよ、そんなもの。マヨネーズ、マヨネーズ。ねえ、いや美味しそう。いや、しっかりとソースが絡んじゃるからすっごい美味しいね、これ。ほい、甘いの、ホイップクリームなの、マヨネーズじゃないの。マルゼン、生クリームはやばいね。生クリームはすごい。あら、
もちろんよ。いらっしゃい。ほら、夕日がとっても綺麗。いやー、こっちが主役でいいんじゃないかね。今のところすごい夏イメですごいテイテイモイモなのはこの二人なんだよね。ねえ、ぽよぽよレモンさんにマックちゃんのお腹ちょっと気になるね。すごいアニメみたいになっちゃりそう。あー、なるほどね、ティンオルさんね。そう考えたらすごい素敵なイベントじゃね。不思議な色、なんだか今日が終わるのが寂しくなっちゃいますね。いやー、すごいね、すごい。あの旅行に行った時のね、すごい夕方でもう夜になっちゃうのってすごい寂しく感じるよね、やっぱりね。えジュンさんに、ね、うちも欲しい。楽しい時間ほど終わるのはあっという間なのよね。私もちょっと寂しいな。ねえ、本当そう。ねえ、一泊二日になるんかな、このね。いやー、もっと遊んじゃきたいよね。マルゼン姉さんのサポがそんな強いの、いいな、うち欲しい。だってこんなに楽しくなるなんて、思わなかったもの。うん。楽しんでくれましたか？ええ。だってあの時の千代ちゃん本当に強くて、私頭真っ白になるくらい必死になれたんだから。あ、逃げ育成には最適。あ、ほいじゃね、やっぱりあのウースちゃんとかね、やりたいね。すごいねえ、こちのちゃんね、本当に千代ちゃん、うちも欲しいねえ。ジュンさんね、このすごいマルゼン姉さんの声すごい好き。戦えるって立ち向かってきてくれる子がいるって幸せなことね。ありがとう、あなたのおかげで最高の夏になった。一生忘れられない思い出になったわ。ねえ、ハイカップさんね、うちもね、あのハイカップさんの意見と同じね、あのね、あの時間的にはすごい同じ同時進行者と思うね、うちもこれね、複数のレクがあってね、そう分かれてる感じするね。海組と矢の山組じゃん、これ。そんな、こちらこそですよ。一緒に参加できてすっごくすっごく楽しかったです。ねえ、すごいね。そうね、まるでねえさ、そうね、あの同じキャラクターになってしまうか重複してしまうから無理じゃよね。私も一生忘れません。本気のマルゼンさんと戦えたこの夏の暑さを。ねえ、あの新馬戦のね、蜂ねえね、あれも含めての本当にシーズンも絡めての本当にお話なんじゃろうね。そうねえ、ジュンさんね、本当すごいよね。あのイベント立て続けてすごい嬉しいね、本当に。さすがにクタクタですわね。でも喋らんけど喋っちゃるね、ゴラスちゃん。完全に無言でなくても構いませんのよ。お、いいのか。じゃあ大臣以下の無法の話すっぞ。あなたは常に野心を抱いてて玉座を狙う習性があって。すごい喋るね、すごい喋るね。いやーね、ほんと金曜さんね、ほんとにエモいね、ほんとに。いやーね、ほんとね、せめてゲームではすごいね、マルゼン姉さんも思いっきり走ってほしいね。騒がしくするのは禁止です。大王以下じゃないの。ほんとにわけのわからない方なんですから。ねえ、マリアさんね、すごい楽しみ楽しみ。大臣かってなんじゃろうね。今回ばかりはそんなあなたに気づかされましたわ。こういうこともあるんですのね。ははーん、おめえも私の凄さにやっと
と気づいたか。かやかや、もっと私を褒め倒してくれよ。あまり調子に乗らないでくださいませ。ですが、そうですわね、少しだけですが感謝いたしますわ。いろいろありましたが、あなたと参加できてねえ、すごい楽しかったね、このイベントね。どうしたおめえ、そぼくれた顔してたかと思えば、今度はなんだ。別に思ったことを言ったまでですわ。いや良いね、本当に。あなたこそ今回はやけにしつこく絡んできたじゃありませんの。ねえ、今回すごい、ゴルスさんすごい。おめえつまんなそうにしてたからだろうが、観察してても脱皮も冬眠もしやがらねえ。ティーオルさんね、それすっごいわかる。ねえ、つっつきたくなんだよな、ほっとくと面白くなんねえしよ。そういう意味ではすごい世話好きだね、すごいゴルスちゃん。の方の身にもなってくださいまし。でもそれってつまり私の様子が変だったからかまってきた。ねえ、そういうことよね、そう。ということでは、ゴルスちゃんのね、すごいアンテナすごい。急に飽きたなんて言われなければ、この方の態度に爆発していなければ、私はきっと嫌な、なんて。あなたの真意などゴルちゃんとこ、ゴルちゃんだ。ちょっと今いい話だよ、いい話。紙ポーズ見えなかったか、名刺交換してからか。え、ほんまに。おとなしくしねえとだったな、海坊主。ゴールドシッター、小林ネスさんいらっしゃい。大人のこの夕日が沈むまでで構いませんわ。おお、この間は動かないでくださいませ。うそ、このまま。お、しばらくでいいのかよ、せっかく。この後のゴルピッピ何すっかわかんねえぞ。おお、だって夏ですもの。私に突っ込ませやがった、こいつできる。なん動いちゃダメですわ。ちょっと、終わっちゃった。続き、第8、第8だ。
ねえ、ちょっと待って、余韻に浸らって、いやどうしよう、あの一回、あの一回を正直噛み締めておきたい自分も悪いよ。あの一回を噛み締めておくのも全然あり。いやちょっと、いやゴラスちゃんのセリフ、いや緊張。ゴールドシップ、急にやる気を取り戻したぞ。勝利の女神は、いや散るしそう。いやもうそんなセリフにしか聞こえない。いやちょっと待ってね、みんなのライブ喧騒ちょっと待ってほしいが、ちょっと、いやよかったね、すごい。お、これはね、飛ばせるんかね、飛ばせるんだよ。でもいやすごい、やっぱり水着ゴルさんの作り込みすごい細かいね、本当に。いやゴルピッピはカレーピッピ、いやちょっともうレンズで飛ばせる、いやいやーみんなね、いやね、いろんなトレーナーさんが噴死したと思うに、いや噴死や昇天したと思うね、これは。いやーね、爆心さんね、ほんとね、わからんよね、これ公式供給むちゃんこ助かるね、ほんとにね、急にスパダリになるよと、急にスパダリ。おとなしくするというのは、もうなんかね、焼きそば食べたいよ、急吹き飛んでしもた。焼きそば吹き飛んじゃった、ちょっと。もういくのちゃんが血の涙。いやー YT さんね、 YT さんね、回したい。なんです、うん、意味マルゼンさん、あらもちろんよ。ねえひよこちゃんね、そう、サマーウォークもねすごい良かったのね、みんなの絆が深まるイベントで、いやーちょっとこれは予想してなかったね、あのここの二人がねすごい仲も深めるね、あのハイフ SS リアのサボカのことも含めて、この二人がねすごい結構メイン張るのかなって思っちゃったから、ジュンさんありがとう、ジュンさんスパチャありがとう、 KT は正義、その通り、 KT は世界を救うね、本当に。うわー本当ですね、綺麗で、いやー不思議な色。だってこんな楽しんで、いやでもこの二人も本当に良かったよね、この二人も本当に。ええ、そうマリアさん、これはもう水着イベントのこれ、いや真っ白になるくらい必死になれたんだから、脚本これでできちょるね、脚本これでできちょるね、マリアさんね、これね、ね、あのやってほしい、やってほしい。ねえカタラクトさんね、本当に尊いよね、ありがとう。私もさすがにクタクタですわね。ねえまたひろさんね、うちもねこっち大好き、こっち大好き。完全に無言でね。千代ちゃんとねマルゼン兄さんも本当に良かった。いいのか？じゃあ大事以下の無法の話すぞ。そう、その後もやってほしい、これ。その後がないのはこれ犯罪だよ、犯罪。禁止です。普通の話をなさいません。いやこれってわけのわからない方なんですから、後半の真っ白くなった後はうちらが想像するしかないってこと、想像するしかないってこと、こういうこともあるんですのね。ははー、おめえも私のすごさ、ね、ヘボットの最終回みたいね、すごい。あとはね、見た人が続き考えてってやつかもしれん。あまり調子に乗らないでくださいませ。ですがそうですわね、少しだけですが、いやでもこうして2回目見るとすごい2人の尻尾のフリフリ具合とか見てもすごいね、あのね、すごい楽しそうなのが伝わってくるね、特にあのマックちゃんがすごい楽しそう、しょぼくれた顔してたかと思えば今度はなんだね、マリアさんね、ほんと思ったことを言ったまでですわ。このユウさん
にゃーすごく絡んできたじゃありませんの。なんだてめえじゃね、本当にここまでやってたらもうにゃー、ここまでやったらもう全部未成年。こういうやつ見るとなんかつっつきたくなんだよな。ほっとくと面白くなんねえしよ。いやー、積み木くじさんね、これ続きは YouTube でやってほしいね、配信とかやってほしいね。ちょっとでもそれってつまり私の様子が変だったのかも。あ、ジュンさんね、大丈夫、ちゃんのヘッドホンで配信しとるからね、バーッチリ聞いたよ。急に飽きたなんて言われなければ、この方の態度に爆発していなければ、私はきっと今もなんて、あなたの真意など考えて。いやー、もうここで突っ込んじゃった、うちね、すごい全然予測しちゃなかったね。名刺交換してからか。でキャピキャピ笑って終わるかと思ったね、笑って終わるかと思ったね。ゴールドシップさん、おとなしくするのはこの夕日が沈むまでで構いませんわ。でもその間は動かないでくださいませ。しばらくこのまま。お、しばらくでいいのかよ、せっかく買ったのに。この後のゴルピッピ何すっかわかんねえぞ。いいです、だって夏ですもの。夏関係ねえだろって、私に突っ込ませやがった、こやつできる。ほら、ハイトップさんね、すごいわかる。夏が終わったね。いやー、夏のせいにするのずるい。夏だったら何してもいいと思っちゃうね、このね。うん、にゃにゃにゃ、もうこれ以上何も言えないね、もう。配信に載せれるようなこと言えんくなるね、もう。よかったー、すごい。ねえ、すごい。いやー、マウンテンデューさんね、本当の最終章で歌パートもらえんかったゴルスちゃんの逆襲。いやー、歌ってほしいね、歌ってほしい。いや、マリアさんね、すごい。すごい、充足感がすごい。パーってなるね、すごい。パーってなるし、なんでここに急所がないのっていうね、すごい。エピローグがあって叱るべきじゃろうっていうさ、もう、怒るしかない、もう。13ね、すごい。ここの瞬間火力すごかった。8話の瞬間火力すごかったね、本当にすごい。ねえ、よかった、よかった、本当によかった。ねえ、こちぞうさんね、ほんと、妖怪のせい、香水のせい、夏のせい、ほんとにね。いやー、むちゃんこ満足。ねえ、ハイカップさんね、ほんとにエピローグ欲しい。いやー、ちょっと今体がもう、そわそわしちゃって、ちょっと、あれなんじゃけど、じゃあね、さっき最初の冒頭にお話ししちゃった、これこれ、ちょっと待って、こっち、検証、チームシリウスのライブの秘密、こっちをね、見ていきたいと思ってる。いやー、ほんとにね、いや、満足、ジュンさん満足したんじゃけど、もう、ゲージオーバーしたけん、もう、もっともっと欲しい、でもっとクレロン状態じゃね、ほんとに。いやー、マリアさん、いい最終回、何回最終回やるね、このゲーム、ほんとに。ね、みんながお話ししとったライブでなんか手の動きになんか秘密あるって聞いたが。ね、そうそう、かまちゃんね、かまちゃん、そうそうそう。いやー、ちょっとね、今、流してみる。ちょっと、手の動き見てみた。そう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 、じゅんさん、それ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 。なんかの、
ねえ、キーはね、妄想せんといけんね。いやー、この話もすごい良かったよね、すごい。ライブシアター、あ、でもね、あれなの、あれなの、うちお迎えできてないから完全再現できんのよ。ね、一旦スキップで良いね。あ、かまちゃんね、うちの、太郎大好きなの、太郎大好きなの。太郎大好き。ねえ、マリアさん、全然気づかんかったね、本当に。見てよ、やったー、ね、嬉しい嬉しい。ね、全然気づかんね、本当にもう。そんなシーンあった？うちすごい見ちゃったけど。ね、あ、始まりのシグナル、そう、いやー、そういうこと。見たい、うちも見たいよー、これ水着マックちゃんで見たい。マックちゃん一人も迎えに来たら、あ、アプリのオープニングねえ、ほんとに見えた見えた見えた。今 S 出た。気のせいかね、気のせいかね。ね、ジュンさんね、ジュンさん、手で S ってやったね、手で S の文字。やっちゃった、やっちゃった。見えたよ、見えたよ。ライブが、ライスさんが曲の最後に何か、ねえ、そうそう、二章を見ちゃった時になんかのね、ライスさんが最後にね、そう、音に乗らない感じで、なんかこう、ささやくね、ワードがあるみたいなね、そっちに着替えちゃったけど、チームシリウスじゃから次、愛？愛？ね、S、S、S の次は、愛。ね、指の動きがね、S シャッター、S シャッター、まさひろさんね。いや、すごい。ハイカブさんね、やばすぎじゃね、このゲーム、ほんとに。すごすぎじゃね、ほんとに。S、I、R、I、U、S ね、U、S、U 大変そうじゃが、U。ね、積み木崩しさん、ありがとう。あなたも迷う時があるの。ねえ、マリアさんね、すごい。いやー、楽しみじゃね、これから。かざせば今夜もたおやかな光。おぼろげにただ浮かぶ明かりを。曲じゃん、本当に。ねえ、こんなゲーム本当初めて。あ、本当マリアさん、すごい楽しみ。
いやもうね、もうそんなにみいや、いい曲ライブ。いやもうしっとり聴いちゃうもの、すごい。ああここ、ああチョンってやった、チョンってやった、愛のチョンってやった、愛のチョンってやった、小文字の愛、小文字の愛ねえ、ジュンさん、ここね、ここね、いや、すごすぎ、このゲーム。いやー、いやもうこのままダメダメ、もう全部見ちゃう、全部見ちゃう、全部見ちゃう。やっちゃったね、はい、やっちゃったね、すごい。いやーこれ一旦見出すとね、結局にあのあれだね、あのお部屋片付けするときにも漫画本ぐらい一気読みしてしまうけんいけんやつじゃね、これ。いやー、これもすごい好きなんよ、もう。次、R、R。いい、これもすごい、ニュニュニュ見て。はい。いやー、これもすごいムービー、よかったよね、ほんとに。全身を使っちょる。ほんとに、楽しみ。集中してみんか。
チャルよかった。ナミール競合が集いました。安心大商店。いやこれもすごい熱かったし、その後にあのねみんなにあの史実の動画を教えてもらって、それもむちゃんこ熱かったんや。このストーリー新旧の年度ナリブーちゃん最後にね、ねー来てほしい。いや、あるのになんで来んの、これ使っちゃうのになんで来んの。ねー、ハイカップさんね、うちもそれがすごい不満じゃねー。はよー来てほしい。ねえ、爆心さんね、かっこいいよね、ナリブーちゃん。次は愛じゃね、愛。できちゃったよね。
ねえマリアさんね、ほんとみんな仲良く変態じゃね。ねえそう、爆心さんね、そうそう、タキオンちゃんね、タキオンちゃんもね、ガラスの足しちゃったっていうことね、あの詳しく知っちゃらんかったから、すごいね、育成やってから本当に面白かったね、あれ。ねえマウンテンデューさんね、ほんとほんと絶対会議ね、すごいいっぱいやっちゃるよねこれ。ねえジュンさんね、これ2週3週してもねえ、あの噛み締め方が変わるね、これ本当に。月の輪さんね、やりたいやりたい。ねえこの演出すごいもんね、ここのライブ。いやーゾワゾワくるね、ゾワゾワくるね。ねえ、あ、ゴルちゃんマック、いやー月城さんずるいずるい、ここ大好きここ大好きここ大好き。タキオンちゃんの CM から来とるのこれ、すごーい。月の輪さん、うちマックちゃん持ってない、にゃさあ最後の得点、見えたー見えたーユウ見えたー、ツミックスさんね、いや本当にあの CM もねすごいみんなで見とったのね、すごいよかったね、リスペクト精神あるのすごいよね本当に。ハイカプさん、交換しよう、通信交換しよう通信交換しよう、マックちゃんとスペちゃん交換しようねえ、そ、いやーすごい、いや、ジュンさんこれ、いや何回見てもよ、何回見てもよい、出たねー、ゆう出たねー、まさひろさんね、最後見たよ、シュって指で書いちゃった、指で書いちゃったね、鈴鹿ちゃんが最後ということで、最後の S、最後の S、 これでも前編でもいつものライブだから S やらんよね、みんなみんなみんな、これ前編にメッセージをこれで後編見たらよいのかね、これで後編見たら完成かね、あ、こっから後編ね、後編ね、ねえマリアさん、いやー交換するのもにー、ねえ、そして最後のライブ、行くよ行くよ、あ、そっかそっかそっか、あ、エンディングもう一個あるよ、でもね、エンディングそこじゃ、もう一個ある、そうじゃ、前編のね、そうネクストフロンティアじゃもんね、だってエルフちゃんもお迎えしたいね。有力な馬娘たちが好き。凱旋門賞馬娘、凡獣が即。ねえマリアさん、ネクストフロンティアじゃもんね、さすがにあれで、あれでモーションついとったらびっくりじゃん、うちラストライブ
ねえ、マウンテンデューさんね、ほんとほんと。ゴラスちゃんもやってほしい、これ。第2部で、期待してんかね、第2部。ねえ、ブライアンちゃんかっこいいよね。ナリムーちゃんがね、走るの好きっていう歌詞で言うのがいいの、いいの、いいの。ハイガブさんわからの背中からシュって出すのすっごいかっこいいよね、すごい。もう最高じゃねえ。あ、 S、 I、 R、 I、 U、 S。 やめ、やばい、やばい、やばいにゃん。期待、日本中から応援をもらって、ごめん、これちょっと飛ばせない。本当に最高で、本当に日本の馬娘でよかったって思います。これからもみんなの期待に応えられるように、日本一の馬娘になれるように、私は走り続けます。いやー、会長さんにする、いや、見たい見たいね、これすごい。みんな教えてくれて本当にありがとう。本当の意味ですごいライブちゃんと見れた気がするね。本当良かったね、すごい。もう、うち語彙力弱いわじゃからもう、よかったしか言えんよ、こりゃ。あ、この演出あるんです、ペチャンジャトン。すごーい。あ、最後ね、ね、みんなでシリウスの見えた見えた、バクシンさんにの最後最後シリウムでね、作っちゃうの見た見た見た。シャボン玉が飛んだ後に、そう、もう一回ね、みんなでね、手の動きに紹介しちゃった。いやー、すごいよかったね。で、鈴鹿ちゃんと同じモーションじゃった。鈴鹿ちゃんと同じ感じでやっちゃった。ねえ、すごいよかった。スポーツの中でも、特に野球が好きなんです。昔は、ナックイーンやドラマを誘って、ね、なんじゃろもう。ね、見て大満足なぐらいじゃったけど、本当に一回見るだけじゃね、受け止めきれんくらいのメッセージがね、いっぱいこもっちゃったんじゃね。うまいね。いやー、みんなね、すごい。今日遊びに来てくれて本当にありがとう。いやー、すごい。
仕掛けもゴラスちゃんに負けんぐらいの、もうすごいエモエモじゃった。すごいすごいね。ねえマリアさん、本当にすごかった。いやー、ほいだほいだね。じゃそろそろね、あの今何時、今何時、あ11時になってしまいそう。いやーね、ほんとほんとね、注意深くね見ちょらんとね、ほんと気づけんかったね。ねえデューさんね、いやねえ、いや、あのブロワイエさんにも光が、うちブロワイエさんも好きじゃからさ、出してほしい。あのね、海外ウマ娘のねすごい枠で出してほしい。モブ海外ウマ娘の枠で出してほしいよね、本当に。いや、バクシンさんもお疲れ様、ありがとうね、一緒に見てくれて、すっごい楽しかったが。いやー、ほいじゃほいじゃね、ちょっとさ、ね、ちょっと待ってね。ねえ、ジュンさんね、あのやりとりとかね、また見てみたいね、すごい。ここまで見てくださって、どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ねえ、そうそう、うちも出してほしい。ねえ、ここからはね、今日来てくれた人のお名前呼びになるが、ほいね、ほいね。じゃ、一旦一区切りでも挨拶させてもらうね。みんなね、今日は遊びに来てくれて本当にありがとう。イベントストーリーの、ちょっと待ってね。大乱闘夏色バカンスの同時視聴と、あとね、シリーズのライブの、秘密の検証ね、すごい。一緒に見れて本当にすごく楽しかったよ。みんな遊びに来てくれてありがとう。次回の配信もね、また、ツイッターで告知すると思うけんね。よかったら遊びに来てほしいな。みんな遊びに来てくれて本当にありがとう。おやすみなさーい。バイバーイ。楽しかった、ありがとう。そう言ってもらえたらすごい嬉しいね。はい。ほいでほいでね。お名前呼びするが。トウミさん、遊びに来てくれてありがとう。スカイゼロさん、遊びに来てくれてありがとう。マウンテンデューさん、チャンネル登録ありがとう。これからどうぞよろしくね。ピートワルさんも、遊びに来てくれてありがとう。フィルさんも、遊びに来てくれてありがとう。小松さんも、遊びに来てくれてありがとう。ふかふかめしさんも、遊びに来てくれてありがとう。ダクちゃんも、遊びに来てくれてありがとうね。ガビニさんも、遊びに来てくれてありがとう。キッシュさんも、遊びに来てくれてありがとう。イレイザさんも、遊びに来てくれてありがとうね。アルフレッドさんも、遊びに来てくれてありがとう。初見さんいらっしゃいじゃよ。石山さんも、遊びに来てくれてありがとう。のりたらこちゃんも、遊びに来てくれてありがとうじゃねえ。クロスさんも、遊びに来てくれてありがとう。ぽよぽよレモンさんも、初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれて本当にありがとう。小林デスさんも、遊びに来てくれてありがとう。ね、来ないね。ティーオルさんも遊びに来てくれてありがとう。カタラクトさんも遊びに来てくれてありがとうね。YT さんも遊びに来てくれてありがとう。ひよこちゃんも遊びに来てくれてありがとうね。トリカラさんも遊びに来てくれてありがとう。月城さんも遊びに来てくれてありがとうね。マリアさんも遊びに来てくれてありがとう。マウンテンデューさんも初見さんいらっしゃいだよ。ね、チャンネル登録も本当にありがとう。遊びに来てくれてありがとうね。バクシンさんも遊びに来てくれてありがとう。
クズシさんも遊びに来てくれてありがとう。メケロニットさんも遊びに来てくれてありがとうね。コナユーさんも遊びに来てくれてありがとう。ハイカプさんも初見さんいらっしゃいだよ。遊びに来てくれてありがとう。月の王さんも遊びに来てくれてありがとうね。コッチさんも遊びに来てくれてありがとう。中村さんも遊びに来てくれてありがとうね。KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。ジュンさんもね、遊びに来てくれてありがとう。マサヒロさんも遊びに来てくれてありがとうね。みんなおやすみなさい。今日もすごい楽しかったよ。またねー。